え、早速ですね、公認会計士の論文直前出題予想会の方ですね、えー、始めさせていただきたいと思います。で私、えー、レク公認会計士課の中島です。よろしくお願いいたします。はい。それではですね、早速始めていきたいと思いますので、草加先生ですね、えー、マイクとカメラオンの方お願いします。はい。じゃあ、 はい監査論のまあ出題予想会ということで監査論を始めていきたいと思います担当久坂ですよろしくお願いいたします時間がね短い15分ですので早速ですね監査論について中身をお伝えしていきたいと思いますのでまずね画面を共有させていただきますはい画面共有できてますでしょうか できてます大丈夫ですよはいはいじゃあよろしくお願いしますはいで監査論はまずですねえーまああのー、最終的にね直前山当てですので今日はね、えー、どこをやるべきかって言った時にまあ過去問のこの問題とかですね、えー、ロングレー討論のこの問題っていうふうに明示した方がいいと思っていますのでま具体的にね問題ここの問題があの山だっていうことをお伝えしていきますただそれに当たりましてですね、えー まず口頭で私の個人的にもう山だと思っているところを今、ね、えー、言います、でそれに基づいてこのあとレジュメを使ってお伝えしますがまず、ですねまあ、どの予備校さんもそうだと思いますがやっぱりね監査上の主要な検討事項、カむ、これはもう絶対外せないと思ってます。でカムはですねもうこの、えー 令和2年から3年の3月31日にかけての、監査対象期間で、実務上、もどの監査法人もずっとカムのことばっかり考えてきたと言っても過言ではないんです。なので、少なくとも実務家はもうカムのことで頭がいっぱいだった1年か、ということになってます。ですので、えー、カムね、監査上の主要な検討事項は、まあ、そしてね、理論の、あの、学者の先生方も当然、あの、 意識してますから、まあ、あのずっと今まで出る出るって言ってて、えー、出てきてないですがさすがに今年はやっぱり一番山なんじゃないかなと。 ね、そこはあの万が一出なかったとしてもです、ね、出たらみんなが取ってくるという観点からは絶対に外せないというのはカムですね。あとです、ね、理論問題として、まあ、カムも理論問題で出るでしょうけどももう一つ、ね、理論問題として、えー、個人的に、ねえー、ちょっと危ないなと思っているのは正当な注意のところなんですよ。でえー、ちょっと、ね、このののレレジジジュュメメ、えー、今画面共有してますけどもレジュメの、ねえー、1ページ目の、ね、平成 3年とこ見ていただくと、第1問で主体論正当な注意ということで、これ出てるんですけども、平成23年の第1問以降、ですね正当な注意がそんなにねど真ん中で出てる年がないんですよ、10年出てないんです。 なので、ただね、えー、正当な注意というのはものすごく重要な概念ですよね。そういう意味からすると、まあ、正当な注意はですね、ちょっと理論第1問の理論問題の、まあ、ポイントとなる論点としてね、あの主なメイン論点として出る可能性はあると思うので、正当な注意絡みの論点は、ぜひね、復習をしておいていただきたいと思います。ちなみに、えー、第1問が純理論的な問題、第2問が事例問題っていう傾向はおそらく変わらないと思いますが、まあ、先入観ね、持たずに、 万が一第1問で事例問題が出ても冷静に、ねえー、やっていただきたいと思います。特に監査論は1科目目ですので、えー、何かね、えー 焦ってしまうっていうのは損してしまいますからね、えー、ちょっと冷静になれれば、それだけでねぐんと点数が伸びる科目でも逆にあります、周りの人がみんな焦っているので、えー、落ち着いてやることがポイントです。なので、えー、ちょっとね、えー、予想をと話し旨がずれるかもしれないですがあの、まずできる問題から埋めて、回答欄を埋めて精、ね、精神的に安,安心した状態を作るっていうのは、監査論では特に重要だと思いますので、えー、とにかくね、えー、できる問題から埋めていくということに で、ごめんなさい、戻りますが、えー、まずカムね、監査上の主要な検討事項と正当な注意、そして、まあ、あのー、 ちょっとあのランクは落ちますけどもやっぱり継続企業の前提はちょっとね、このご時世ですから会社の継続に問題がある会社もねあのただ出てきてますので継続企業の前提のところもね、えーまあ、あの次の段階、株とか正当な中よりは重要性落ちますけども継続企業のところもちょっとね、理論問題で出る可能性もあるかなと思ってます。あとですね、もう一つはグループ監査ね、これもね、私はずっと出る、出ると思っててずっと出てないんですよ。ただ 今回の、ね、令和3年5月担当でグループ監査の問題で連結子会社について、ね、ドーンと出てるんです問題18かんかで、ね、1問まるまる出てますなんか、ね、あれがちょっと論文で出る前触れなんじゃないかっていう、ね、ちょっと個人的には、ね、グループ監査も大事かなと思ってます。であと、どこの予備校さんも、ねまあ、予想してますがやっぱり事例問題として出るのすればリスク評価ですよね。リスク評価 リスク対応手続き、どんな具体的な監査手続きがあるのか、ね、実証手続き、運用評価手続き、そして実証手続きの中では詳細テストなのか、分析的実証手続きなのか、そして具体的に閲覧とか、ね、観察とかあの確認とか、ね、実査とか立ち会いとか、まあ、そういった手続き。ということで、まあ、リスク評価から始まって、リスク対応手続き、まあ、この辺はは、ね、事例問題でまず出るでしょう。 思ってます。あと事例問題では、不正絡みの話っていうのも、ですね、この,あのレジュメ共有しているところで言えばね、えー、不正の,あの論点が過去に出たのが、えー、と平成27年ぐらいかな、えー、とちょっと、 25年か、ごめんなさい、25年ですね、5年の第2問で不正がドーンと出てますが、それからね、不正はちょこちょこ出てるんですけども、ドーンとね、メイン論点で出てはいないので、やっぱり事例問題としてね、不正絡みで出てくるっていう可能性も高いかなと思ってます。あと、もうここのところ、ずっと事例問題、毎回そうなんですけども、事例問題が出ると、リスク評価とかね、リスク対応手続きを聞かれると同時に、関連当事者の認定をする、ねえー、何か会社の社長と、 あの親戚とかね、そういった関連当事者が出てきてです、ね、関連当事者だということを認定させて、しかもね、あと会計上の見積もりについて関連して問われるということがあるので、まあ、そういった意味でリスク評価、リスク対応、そして不正、えー、関連当事者、会計上の見積もり、まあ、この辺がね、個人的にはあ論問題、事例問題では出る可能性が高いなと思ってます。ここれを元にです、ねあのー、このレジュメで グレーダップトーレン、ねえー、そして、えー、過去問ではどこがあのやっとくべきかということをまとめています。ちょっと、ね、時間があんまりないので、えっと、まずレジュメの、ね、3ページ目をご覧いただきたいんですけれども、3ページ目の、ねまあ、画面も共有していますが、えー、グレーダップトーレンで出した問題の中で、まあ、どこをもう特に重点的にやっとくべきかということで、印をつけています。二、ま、重、あ、丸が最も重要で、丸が重要、そして三角は、まああのね、余力があれば、できれば見ておきたいということで、まあ、第1回の第1問の総論はね、もうこれは い,いつ出てもおかしくないので、まあ、三角にしてますけど、ここはまあ常識的にね、こういうところが出てかけないと、ああ合否に直結してしまいますので、まあ、第,一第1回の第1問は、まあ、これはね。 まあできるようにしておくとで。第2問の主体論はやっぱり正当な注意を出しているので第2問の正当な注意のところはこれね、特に二までにしています、第1回の第2問、そして第2回の第2問の報告論、やっぱり報告論は、カムに絡めてですね、監査上の必要な検討事項に絡めて非常に重要ですよ、まあやっぱり報告論、カムに絡めた報告論っていうのが、まあどうしたって、えー 一番のの、ね、山だと思ってますので第2回の第2問は、まあ、これはね、まあ、カムは直接じゃないんで、報告論なので、丸にしてますけども、第2回の第2問、で第3回の第1問はですね、まあ、これ、リスク評価とかね、リスク対応が入ってるので、第3回の第1問も丸にしています。でまあ 第2問の内部統制はね、もうここは個人的には内部統制四半期はねあの、これで出たらまあ怒られちゃうと思うんですけども、内部統制四半期はもう本当に基本論点だけね、やっとけばいいんじゃないかなと、あんまり出る可能性は、ね、高くないかな個人的には思ってます。はい、で、第4回の第1問、実施論、これもね、リスク評価とリスク対応が出てますので、やっぱりですね、第4回の第1問は丸にしてますで、第5回の第1問は報告論、ここはもう大山ですよね、主要な検討事項を出してますんで、第5回の第1問、これは可能性は 高いいんじゃないかなかと思ってますで。第5回の第2問は、これはね、監査手続き、ね、時差とか確認とか立ち会い、ね、こういったことが出てるので、事例問題対策として使えるので、まあ、三角にはなってますが、まあ、ちょっとね、ここは見ておくといいかなと思っています。で、第6回の第1問は、ですね、これは重要性の基準値とかね、まあ、その辺はですね、まあ、何年か前に出てるんで、そこよりもどっちかというとね、会計上の見積もりの話。えーここあの ね、見といていただきたいという意味で丸にしています。で、第6回の第2問はやっぱりグループ監査、個人的にはここもずっと出てないので、グループ監査は見とく見といた方がいいかなと思っています。で、第7回の第2問はこれ不正だから丸にしていますね。不正はやっぱり出るかなと思いますね。出る可能性高いと思います。で、第9回の第2問継続企業の前提。これもやっぱり継続企業の前提はね。このコロナ禍において、えー、まあ、継続企業の前提に問題が。ある 企業というのが出てきているために、やっぱりね、こう実,実務化が問題を作るとしたら、やっぱり継続企業の前提、気になるところじゃないかなと思っています。 で第10回の第1問は、やっぱり不正に関する問題なので、えー、丸と。で、第10回の第2問は、これはね、えー、事例問題対策として、まあ、いろいろテストカウントとか出てるので、まあ、ちょっとここはね、三角で、余力があれば見ておいてほしいということです。で公開模試の第1問は、やっぱりね、これはあの主要な検討事項を題材としてる問題があを出しているし、あとはね、専門能力と実務経験とか、まあ、ちょっとね、一般基準に関することも出てるので、まあ、そういった意味で20万と。 で公開文書の第2問は、これは、まあ、あの事例問題対策として、ねまあまあ、見る余裕があれば見といていただきたいなというところです。 でえー、同じように、ですねこの、えー、レジュメの1ページ目に戻って、じゃあ、過去問でどこが該当するのかっていうと、まあ、これもね、えー、丸ね、えー、つけていますが、あのー、18年、まあ、ちょっと古いんで、ここまで遡るかっていうところありますけども、18年の第7問は、まあ、リスクアプローチとかね、リスク評価のところなので丸、丸、平成19年の第1問は、これはね、えー、会計上の見積もりが出てるので、あるいはリスク評価が出てるので、丸とで、平成20年の第1問も、ですねリスクアプローチ、ね、リスク評価が出てるので、丸。 21年の第1問は継続金融の前提なので、まあ、ちょっとここはね、えー、三角にしてますけども、えー、継続金融前提で、平成22年の第2問も継続金融前提で、平成23年第1問は主体論の正当な注意、やっぱり、ね、この平成23年の第1問は見といた方がいいでしょうね、正当な注意は、ここはね、ちょっとあ個人的には危ないんじゃないかなと思ってます。平成23年の第2問も、ここもね、リスク評価なので20万。 ということにしています。25年の第2問は先ほども言いましたが不正なので丸にしています27年の第2問、ここはですね、ここは重要性の基準値というよりも会計上の見積もりのところ、ね、これで丸にしています28年の第1問はやっぱりリスク評価なので20丸。 はい、で29年の第2問は、えー、これはですね、えー、と確認状とか、ねまあ、事例問題対策として、えー、余力があれば見ておくとで、平成30年の事例問題第2問のところも、これもですね不正による柔軟教義表示に関する、えー、論点なので、丸にしています。 令和元年の第2問もこれは事例問題ね、まあ、この辺は最近の事例問題、どこも似通ってますので、令和2年の事例問題も合わせて丸ということにしています。で、えーと、レジュメね、もうちょっと時間がだいぶあと3分ぐらいなので、えー、あとですね、お伝えしたいのは、監査の基準、まあ、つまり監築法でですね、監、ま、査、あ、法とか監査基準の改定全部のところで、どこが重要かというところで印をつけてます。まあ、三角ももね品質管理なんかも、まあ、出たら 引けばいいんですけども、品規表の1号、そしてえ環境200ね、えー、これはやっぱり常に重要ですよね。で環境220の品質管理、これもまあ出たら引けばいいので一応三角にはしてみます。240の不正はね、やっぱり、えー、重要です。あとは260と265は何らかの形で1問ぐらい出るんじゃないかなと思ってますんで、えー、関西薬等のコミュニケーション、ねえー、この辺りは丸にしています。315のリスク評価は20丸、ねこれリスク評価は大事です。で重要性はね、まあちょっと個人的にはそんな出る可能性高い な,くないかなと思ってますがあのなんで、ここは三角と捉えるか、もう印なしと捉えても、320は個人的にはいいかなと思います、で330はリスク対応手続き、これはねやっぱりね、リスク評価にか絡めて20まで、万。と、あとはね、まあ、501、505のところとかね、えー、540、550の辺りは、事例問題対策として、えー、まあ参照する可能性があるので、三角とで、継続企業のところは丸。 700の監査報告は、まあ今年の大山ですから700とか701のカムの、ね、ところは2 0丸とか丸にしています。705の除外事項付き意見も、まあ、監査報告論ということで丸にしていますねあとは900の監査人の交代、ここは余力があれば監査人の交代も結構最近実務上多く行われているので三角と。でえー、最後にです、ね、監査基準の改定全文、じゃあどこ読んだらいいのかで改定全文は、ね、もう絶対に直前に読むべきなんですよ。でもう最もやっぱり重要なのは平成10 14年のここはもう外せないここを読まないで試験に臨むってことはありえないと思ってください、ね、平成14年の監査基準の改定全部これは絶対読んでくださいで17年の改定全部はちょっとねこの令和2年の監査基準の改定で変わっ ちなみに令和2年の監査基準の改定はこの画面上下に一番書いておきましたけど皆さんの試験では今回の論文は範囲外ですのでそういった意味で、ね、令和2年の改定は範囲外だから、まあ、平成17年も、ね、そこに関する部分なのでちょっとどうかなと思うんですけども昔から平成14年に次いで重要だと言われている、まあ、重要なので私も思っている、えー、改定全部なので17年も一応、丸にはしちゃいますで。やっぱり平成30年ですねこの株の導入され,たこれ に関する監査基準の改正線、まあ、ここは当然20丸だということで、まあ、14面と30面は絶対に外さずに何度か読んでおいていただきたいというふうに思います。ね、で、一番最後はこれはね、最後にはまああの試験でね、注意すべき事項としてま,あま,あまとめていますので、ここはまあ予想会というより、ね、あの最後にまああの皆さん付録として読んでいただければいいと思っています。はい、ということで,です、ね、共有停止しますが、あのね、監査論は、えーね、今申し上げたところが、 え山だと思ってますので、ぜひね、えー、最後、ちょっと時間ないですけども、えー、監査上の主要な検討事項、そして正当な注意、グループ監査、継続企業、ね、そしてリスク評価、事例問題としてはリスク評価、リスク対応、えー、具体的な監査手続きも含め、そして不正、えー、関連当事者会計上の見積もり、まあ、ここをやっといていただきたいというふうに思います。はいえー、それでりりししたたいいととまます、えー、どうううもああががごござざお疲様 ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それではですね、飯田先生、カメラとマイクをオンにしていただいて、よろしいでしょうか。はい、映ってます。はい。はい、では、よろしいでしょうかね。あの音声の方は聞こえておりますでしょうか。オッケーです。はい。 はい。えー、ではですね、あのー、租税法の担当になります。私、レック専任講師の飯田でございます。よろしくお願いいたします。え、まずはね、皆様、公開もしですね、えー、お疲れ様で、えー、ございました。えー、いかがでしたでしょうかね。えー、租税法の方はですね、あのー、理論で申し訳ないです。あのー、レックではですね、未学習の項目もですね、えー、取り上げさせていただきました。えー、ま、本試験でもね、まあ、 皆さんが学習した項目以外のものというのもね、えっ、ー、と、出題されることもありますので、まあ、一種のね、ストレステスト <laughs> えみたいな形で、えっ、ー、と、まあ、まあ、ね、まあ、次戦さながらのものでやっていただきたいというところも狙ったんですが、あの、実はですね、やっぱり最後に皆さんに何かね、お伝えできるものがですね、なんかあるかなと思ってですね、まあ、最後のね、えー、機会が、もうどうしても公開もしと、この、出題予想会ということなので、 まあ、一緒に公開あの、取材予想会も意識しながら、公開もしで、えー、とちょっとね、何か持っ,て帰りたって持って帰ってもらいたいものを取り上げるということで,です、ね、取り上げさせていただきましたので、まあ、理論のものはです、ねまあ、初見のところはあの気になさらないでください。まあ、あの計算の方はです、ねまああのまはあ、繰り返しもあの、もう一回、ね、解き直しとかもです、ね、やっていただきたいような、まあ、レベル感。 のところでですね、えー、出しておりますので、ぜひです、ねえー、本番は時間配分が大切というところでございますので、えーとね、間違ったところなどを確認をしておいてください。はい、えー、それではですね、まああのーえー、と予想会の方はです、ね、えっ、ー、と画面をですね、まあ、あのまたちょっとですね、資料を見ながらですね、ちょっと説明したいと思いますので、えー、共有画面でです、ねえー、を今、準備いたします。 はいえー、よろしいでしょうかね、えー、見れてますかね、はい、ではですね、一応予想会という、えー、直前予想会ということで、ですね、まあの計算あま、予,予想の考え方というのはちょっと飛ばしまして、ですね、ま、あの計算からあのちょっとです、ねま、予想の。 ですねえー、項目をお話しさせていただいて、折々で,です、ね、過去問のですの、ね、予想背景などの分析をです、ねえー、絡めてお話をさせていただきたいと思います。はい、ではです、ね、まず法人の方からいきましょうか。はいえー、過去、ね、5年間の取材傾向を見れば、計、ま、算、あ、は皆さん安定的、えー、でお分かりですよね、<laughs> 常々講義の中でもお話しさせていただいております。はいま 組み立てとしてはです、ね、総合問題。で、部隊はもちろん法人で、えっ、ー、と、非同族の大規模法人、大法人。 というこれに、ですね、えっと、総合問題ではちょっとなかなか問えないような個別の問題、えっと、まあ中小企業、あるいは同族、あるいはです、ねまあ、グループ法人税制、えこういうところを、ね、聞いてきたというところが過去5年間、でまあ、おおむね30点ですね、えっと、1年だけ29点という年がありまして、ほ、まあ、他の税法で1点プラスしたというところですね。 で過去5年ではです、ね、まあのー、総合問題は品質論点で、まあ、20点、8点が平均ですかね、えー、こだけのように配点を振られている、その他の文句3.8点、個別で5.2点、まあ、組み立てとしては、まあ、30点の配点のうちの25点総合問題で、20点はもうほぼほぼ決まった論点、項目から出されている、個別問題は5点ぐらいかなというところで、まあ、想定時間としてはどうでしょうか。 40分から45分で解いていく。 まあ、早い人35分ということもありですよね。で、偏差数値52を狙うならば、祖点15点以上というところは、まあ、割と定まったところになります。で、ですね、過去の傾向を見たのは、その次とその次のページになるんですが、まあ、ヒートマップ的なところで、まとめさせていただいたので、まあ、それぞれ見ていただきたいところではなるんですが、まあ、あのー、そうですね、黄色い項目、よく出る項目の品質論点、まあ、総合問題の個別の、あ、これじゃないその他の論点というところですね。 だいたいですね、まああのー、このように出てて、平均がここだよとで、まとまったパートでやると、まあ、1問1分30秒から2分ぐらいしか取れないんですけれども、ま,あ、まとめて資料を見れて、 見るっていうパートですかね、受け配とか、所得税が控除か、外部税とか、みなし配当とかね、そういうところになると、ちょっと時間は、ちょっとね、相、え、手、ー、時間短くなるような感じと。で、ここでですね、赤でゼロになっている項目あるんですが、これは別に個別問題で出題をされています。次のペあごめんなさい。よいよしょ。 次のページですかねえ、ここになりますので、えー、と決してですね、ここですね、あの論って薄いというわけではございません。では、あそれで、ごめんなさいね、えー、個別問題は、まあ、いつも中小企業税制聞いてきたり、えー、グループ税制聞いたり、まあ、下の言ってましたのね、呂布に課税聞いた都市、まあ、これ、同族じゃないと聞けないのでね、その問題では聞けないということになります。 で、まあ、予想はですね、まあ、この順番で、えっ、ー、と、一二三四五だと思っていただきたいところですか、ね。かで、えー、この三か、白の三角は、ちょっと、あのー、本命と対抗って言っちゃいけないな。二 <laughs> 重丸と、えー、丸と絡めて、えっ、ー、と、ね、えー、えー、という、絡んで出る必要、あ、可能性があるというところで見ておいてください。はい、では、総合問題からいきます。 とまあここはですねあまり山というものはありませんねあの筆論点確認をしておいてください特に東レなどの特許事項がありませんでまあ大穴っぽい話だとまあえーと収益認識関係基準圧縮基調あとはですね、えー、国税の Q&A の引用問題これこれまあ何ですかねまああのー、割とですねあの税理士試験でも公認会計士試験でもあの Q&A をそのまま出してきたっていうことが案外多い。 ことがあります。で、まあ、実務家にとっては新型コロナのですね、関連の Q&A というのは、まあここ1年ずっとにらみこしてるような感じではありましたので、まあ、そういうところありますよというとこですね、まあ、特にね、当然ねあの、圧縮、市場はレックで取り上げていることが多いですので、まあ、 あのまあ、グレットなどのを確認しておいてください。はい、あと個別問題はやはりまああの組織再編成してかなここら辺を他コさんでも気にしております。まあ取材範囲に追加されてたらからですね本格的なえ計算のえ取材がないということと、あとはですねえっ、ー、とそうだなまあ、非同あ同族だと解えないとこ同族の問題としては出てないところ。 未出題のところとしては、ですね、まあ、役員給与の定期の、ね、給与とか、そういうところに絡まないところで、みなし役員とかね、使用人兼務役員とか、判定とか,かと絡みつつ、同族判定もあってという問題、これが予備校で出しながらも全然出てないというところですので、まあ、グレート1やプレート2などの話。 これも確認しておいてもらいたいなというところになりますかね、まあ、個別問題対策です。で、これに絡めて、この2つは今後に絡めて、グループ法人税制出税、出材ありえるという話ですね、はいえー。あとはですね、まあ、寄付修正と絡めて、これ、過去問題ありましたが別表、5と記載とかだと関連しても出して可能性もなきにしてもあらずというところでないかと思います。まあ、あのー、そうですね、取材、予想するとなると、こういうところかなというところになります。特に山を張る という感じの論点ではないですね。できるところをやってくださいという形です。はい、では行きます。ね。次どんどん行きましょう。所得税。所得税では各所得の金額が7点から11点え、所得控除が1点から4点、その他の項目で15点というところなので、案外に安定してないんですよね。あの所得控除を解こうと思ったから、1点しか入ってなかったとかいう年があります。で、各所得がまあ熱い感じではあるんです がまあ、各所得で平均的には9.2、所得で、工、え、場、ー、で2.8のその他で3点、まあ、ここは集計値、税額計算が多いので、まあ、最後の項目はあまり手つけられないかもしれません。です、まあ、ここはつまみ食いが妥当なところかなと、まあえー、回答時間20分以内で 5.、祖点5.20%と。 いうところかなと思います。で、えっ、ー、とまあ予測がですね、まあ傾向を見ているとこうやってですね、例えばね、あの全然こうちょっと工場を追及してもあれば税ね税額計算一個全然させなかったとかね、あとずあ随分と問題数もちょっと各所とかもえっ、ー、とね、あのブレあのピーキーな感じという形になりますね。で、ええー、まあじゃあよちょっと貼っていきましょうか。 本命はごめんなさい、2つになっちゃいます、えー、まあ事業所得と事業所得、去年出てないし、えー、税制関連改正項目があります、えー、青色申告特別控除の改定ということがありますので、事業、上あ,ね、あとはちょっと薄かった譲渡の方もまも、あ、ちょっとちゃんとやっていきましょうと。あとは給与所得ですね、あこれ、税制関連項目、えー、給与所得控除額、所得金額調整控除がありますので、まあ、そこ。 ああのまあ、そこら辺確認してください、グレートでも取り上げてますというところ、はい、あとはちょっと気をつけてもらいたいのは、あ退職ですよね、で、実は、所得金額調整控除を出すときに、下も首得控除を絡めて、障害者控除に絡めて出すケースあるんじゃないかなと思いました、で所得金額調整控除に関連しますよね。 そうすると、ここで対障害者使うんだったら、えー、退職所得控除プラス100万円のお話ですよね、これを絡められるので、グレート9で取り上げた話かな。 違ったらごめんなさいね。ちょっとちょっと記憶が違ったかもしれません。はい、えー、そうするとまあこの金が出すかなと。であとはですね、この、ね、特定役員、あの実はですね税制改正で従業員にも同様の制度導入の予定も入ってますので、まあ、去年出たからといって今年もちょっと,、えー、とマークを外すようなことをしないでくださいよと。あと一時所得雑所と。 ですかね。はい、あとは大穴で公開模試でやったですね。公的に金 i の雑所得の税制改正のところまあ、本人と有料は？ ねえー、とあとは、ね、確認しておいてください、所得の場合は、ですね、えー、所得金額が跳ねたときと低めでやったときで控除とか基礎控除とか使うもの違いますからね。はい、では次、ですね,次ですね、えー、とごめんなさい、時間が迫ってばいいので、ちょっと飛ばしていきます。はいえー、消費税です、えー。消費税はですねやっぱりちょっと売上の集計項目6から15、CM9 から12ということで、集計数にばらつきがあるよという感じ。でしえー、消費税はあんまりあね えっと山っていうのはないかなと思います。はいえまあ、複数税率が出るかなという私は思う。 ておりますが、あとはですね、ちょっとタコさんでちょっとレック未学習項目の居住用建物のですね、仕入れにかかる、えー、仕入れ税額控除の制限のところですね。えっとこれですね、えっと主要国のですね、あの論的かあの笑い出しのところでも言いましたがですね、えっと平成二十ニ年十月一日以降でですね、課業よ、えー、居住用賃貸の仕入れというのはですね、仕入れ税額これ取れないところの話があります。で、タコさんはですね、これをですね、あの三月までに売却しちゃったという。えー 事例を出してますので、このロのところですね。で、国税のちょっと、えー、事例もちょっと出してますの、ね、で、まあ。 ちょっと興味がある方は見ておいてください。はい、では次ですね、理論行きましょう。はい、えー、理論はですね、まあ過去ね40で、まあ形式はですね、あのちょっとどのようなあの形で出るかね、えー、3行記述で出るか4行記述で出るか、えー、問題数もえ9問かどうかっていうところはちょっとね変わる可能性があるとは思います。まあ、これが合否の鍵でしょうね。20点以上取っていきましょうという話。で、法人はまずね22条はまあ、どこかで獲得があるとは。 と思っておいてください。はい、あとね。組織再編税制、えー、論点追加されてから去年出なかったので、今年本命され,されてますよね。まあ、えっ、ー、とそうです。本命資産調整勘定未出題で。で 対抗としてスクイーズアウトですが、で今回公開申しでで、ね、出したものですね、えー、になります。あとは株式交換、株式移転かなと続くと。で、次、給与は去年出ましたが、今年もね、ちょっと貼っておいた方がいいかなと、業績、えー、赤改定自由、公開申で出しました。あと役員報酬、あとは業績連動がちょっと落ちるかなと。 でえー、と不正関係ですかね、はい、これはちょっとね、あのー、形を崩してもです、ね、出してくるところですので、まあ、仮想経理に資金支給した役員のよ損金不算入、あとはグレートで出しました外国の加算税ですね、これ、外国税が控除 NG なんだけど、損金算入できちゃう、55条の、えー、項目に上がってないという位置づけになっているというものですね、あとはです、ねえー、と司法取引とかですね、まあ、そういうところ、これはちょっと落ちるかなと思います。 去年ね、あの55条出てますからね、はい、あとその他、繰越決算、金、グループ法人に出て評価損え、あとは、ね、タコさんで取り上げた大法人のところとかですね、えちょっと見ておいてください、あとは大穴で公開文字で出したようなところです。 ねえー、もうちょっと見ておいていただければと思います。はい、あとはですね、あのー、すみません、洗い出し口座でですね、えー、出したところで、ですねすみません、ここのね領域、ですね出題がないのだとお話しましたが、ね、実は28年に、ね、70章ありました、失礼しました、これは遵守決算した時にです、ねえー、ときに、税額が戻そうという構成の請求、えー、これをするときにです、ね、修正の定理を入れなきゃいけないという、ちょっとマニアックなところになりますね。 はい、あとはです、ね、所得税です、はい、非課税項目、去年も出たんですが、5回のうち3回出てますので、公、は、開、い、持ちで出したです、ねまあ、損害賠償金とかの話、あとは源泉税も5回のうち2回出た、ねまあ、一応、穴、まあ、としておきましたが、当例で出てますというところ。 はい、あとはです、ね、非居住者、はい、これも、ね、近年追加されたところですが、えーと、非居住者に対して役員報酬を追加するとき、ね、役員は本、えーねあのー、勤務提供地、えー、勤務したところじゃなくて、本店で内外源泉を。 あとはます、ね、条と、あと資産省51条、えー、政権一時の大会の56条、ここら辺見ておいてください。はい、あとはねちょっとだけ、ちょっとすみません、ご時間になりましたちょっと1分だけちょっとお話します。消費税。あまあ、消費税はねマークするところ、ね、特にないしは全般的にマークです、まあで。ただ30条とかね、そこら辺、あの税額控除関係出てないので、非課税資産の輸出と貸し倒れ、はい、あとは納税義務はですね高額特定資産、あとは基準 期間ですね。えー、この辺りのところ確認していただければと思います。あごめんなさい。えー、さっきのね、えー、説明先挙重要ちんだってでもこれもねちょっとね一応確認、えー、はしておいていただきたいところになります。はい。えー、すいません。ちょっと時間の一分ほどでオーバーしてしまいましたが、えー、租税のねパートは以上でございます。はい。では皆さん頑張ってください。はい。飯田先生ありがとうございました。ありがとうございます。 はい、それでは二宮先生、カメラとマイクをオンにしていただいて。はい。聞こえてます？聞こえてますよ。あ、はい。はい、それじゃあよろしくお願いいたします。あ、はい。はい、えー、それではですね、えー、出題予想会の管理会計論とまあ経学の方をですね、始めていきたいなと思います。えー、担当アレクセニンし須仁明です。よろしくお願いします。 はいえっと、まずまあ管理会計の方から始めていきたいと思いますので、まあ、早速ではありますけどちょっと画面共有させていただきますが申し訳ありま,せん、えっと、まずそうですね、まあ、管理会計の方から始めていきたいなと思うんですけど、まあ、管理会計はなかなかその、まあ、計画とかとも違って、まあ、試験員の色がちょっと出づらい科目ではあるので。 まあ正直、そのその今の試験の先生方の研究とかから何が出るっていうのは何とも言えないところで、まあ、過去の傾向とかからしか、あま見ることができないって。ところではあるので、まあくまでも。まあ参考情報という位置づけで、あのご確認いただければなとは思います。はい。で、まずなんですけど、ま費、あ、目別計算っていうところからちょっと確認をしていこうかなと思うんですが。 被目別計算については、まあ、過去も、ねあのまあ、数年に1回出ているという感じではあるんですけどあのものすごくその濃密な被目別計算の問題が出てきたの,っていうのはずいぶん前の年になってくるのでその割と当連とかだと特に労務非会計の問題なんかで皆さん難しいものとかかなりの数、ね、解,き解かれているかと思うんですけど、まあ、そういったものは出てくる可能性はそんなに高くはないというところなので。 まあこれから残り1ヶ月ももうない状況ですので、あんまりその濃密な日目別計算の、計算の対策っていうのはやる必要性はそこまで高くはないのかなとは思います。ただ、まあ、理論対策はしっかりやっておかなければいけない分野で、その理論はかなり典型的なものが多いところなので、あのー、答えられないと。 他の受験生に差をつけられてしまうような、まあ、典型的な理論問題というのが割とあと多く含まれているところとなりますので、まあ、問題集などで登場するような典型度へのものについては、まあ、特に日、ね、目別計算のところなんかは初めの章というところもありますので、まあ、しっかり見といた方がいいのかなとは思います。 まあ計算についてはそんなに、ね、あの重点的にやる必要性はないのかなと思うので問われても、まあ、日目別計算から部門別計算部門別計算から個別原価計算につなげるみたいな問題になってくるかと思いますから日、まあ、目別計算をメインで問うてくるっていう可能性は、まあ、そこまでは高くないと思いますので、まあ、計算対策はそんなに、ね、あのものすごい時間をかける必要性はまあ個人的にはないかなとは思います。はいで 次に部門別計算なんですけど、まあ、ここは昨年度もがっつり出てるところになりますので、あのー、今年については部門別計算単体でまる総合問題1問とかっていう形式では出てこないかなとは思います、まあ、出てくるとしても今さっき申し上げたような個別原価計算につなげるような問題が出てくるだけなのかなとは思うので、あのー、そこまで重点的にやる必要性っていうのはないかとは思うんですけども。 まあただ、とはいえ、ね、ここも計算対策で典型度の高い論点というのがたくさん含まれていて、まあ、その辺はねあの、ちゃんと対応できるようにはしておかなければいけないので、あの連立方程式法であったり、あるいはまあ補助部門費の配布計算において予定配布を行っていくとか、複数基準配布を適用していくとか、まあ、この辺の計算と理論というのは、もういつ出てきてもおかしくないっていう感じになりますので、まあ、昨年度、がっつり出てはいるんですけども。 こ今年についても何かしら問われる可能性っていうのはありうると思われますので、ある程度ね、やはりそこも典型的な部分として見といた方がいいかなとは思います、はいまあ、結構、受験生にとっては嫌な論点なのかなとは思うんですけども、ただ、まあがっつり、ね、出るっていう感じではないとは思いますので、どちらかというと、次の個別原価計算とかがあの今年に関してはまあ出てきてもおかしくないかなというふうには思いますね。 で個別原価計算は比較的、理論も抑えやすい内容が多いのかなとは思うので、まあ、計算対策としてもそんなにね、あの論点があるわけではありませんので、まあ、ここはそこまでね、時間かけなくてもあの完成させることができる論点だと思いますので、あのしっかりとね、また、まあ、特に理論の部分ですかね、あの少し不安がある方についてはね、見直しを進めていただければなというふうには思います。 でまあ、これはあの以前やったイベントでもあの申し上げたところではあるんですけど、まあ、個別原価計算とセットで何か製品別計算について問われる可能性っていうのがあるので、あの各製品別計算の比較ですね、まあ、これはしっかりとできるようにしておいてください。まあ、国別総合原価計算と個別原価計算っていうのは、何が似ていて何が違うのかとか、国別と等級別っていうのは、何が似ていて何が違うのかっていう、その辺の知識整理は必ずやっておかなければいけないところとなりますね。はい で次のところですけど、まあ、製造・間接費会計と、まあ、ざっくりした、まあ、テーマとしてあのピックアップしていますけれども、まあ、ここはもうね、あの毎年より出ているところということで、まあ、製造・間接費の再分析もう今まさら大丈夫かとは思いますけれども、まあ、固定予算や公式を変動予算を使った再分析ですね、この辺は当たり前にできなければいけないところですね。 でプラスアルファで実査法変動予算とか、完全に切ってる方いるかもしれませんけども、まあ、この辺もね、テキストの説明ぐらいはやっといた方がいいかなと思うのであの、新試験になってからは出題されていないところではあるんですけども、簡単な計算問題とか出てくればあの、相当数の受験生が解いてくるかなとは思いますので、ここも差をつけられないように、テキストの説明ぐらいはちょっと見直しの方を進めていただければなとは思いますね。はい であとは、ね、あの他校の模試とかでも出ていたんですけども、まあ、この基準創業度のまあ選択に関する話、まあ、基準創業度として実際的生産能力を使うのか平均創業度を使うのか期待実際創業度を使うのか、まあ、この3択ってことになりますけど、まあ、それぞれを使ったときに計算される創業度異の理論的な会計処理というところですね。 まあ過去の本試験でも2回出されているところではありますけれども、まあ、その創業土作の理論的会計処理っていうところは、まあ、改めて理論問題集に載っていますので、そこはしっかり目を通しておいていただければなと思いますね。はい、で、次に総合原価計算ということで、まあ、非常にざっくりしたくくりではあるんですけれども、まあ、この総合原価計算。 に関しましまて、昨年度の試験であのシンプルな単一工程の単純総合原価計算について、まあ、度外視を前提にして資本是非を処理する場合と非度外視を前提に処理する場合で計算結果について問われていたわけですけども。 まあ今年はさすがにそういうものすごくシンプルな総合原価計算みたいなものはまあ出てこないのかなとは思いますので、まあ、昨年度に比べてみるとまあ相対的に出題される可能性はちょっとね減ってくるのかなとは思うんですが、ただ、区員別とかね、あるいはまあ連産品の計算とか、副産物の処理とかですね、まあ、この辺はがっつり出てきてもおかしくないかなと思いますので。 あの特に連算品の計算なんかはねそんなに皆さんものすごい数をね計算対策でこなしているわけではないのであの直近の担当の問題とかでもね計算問題出ていましたけどもその問題とかはね目を通しておいた方がいいのかなと思います、まあ、直近の5月に行われた担当式試験の連算品の計算問題ですね非常にいい問題だったかと思いますのであのまあ、作る人が 同じかどうかはなんともわからないところではあるんですけれども、またまあ、連産品の計算が問われてもおかしくないかなとは思うので、ちょっと直近の担当を受けられていない方なんかはね、あの目を通しておいていただければなとは思います。はい、であとは、ここだと、まあ、等級別とかについてもね、一通り目,は通していて目を通していただきたいところになりますね、まあ。計算対策、理論対策ともにやっといていただきたいところで。 特に当月製造費用安分法なんかはあの見といていただきたいところとなりますね、はい。で、次の6番ですけど、標準原価計算ということで、まあ今年のこの試験の山はどこですかって言われると、おそらくまあどこの予備校の講師も標準原価計算っていうふうに答えるとは思います。 まあ基本、ほぼ毎年出てくるところではあるんですけど、昨年度全く出ていないというね、ちょっと珍しい年だったので、まあ、今年に関しては、もうほぼほぼ出てくるだろうと思われるので、標準原価計算については、しっかりとね、テキストの見直し、問題集の見直しっていうのは進めておいていただければなとは思います。まあ、何が出るかっていうのは、何とも言えないところなんですけど、 ただまあそろそろね、このぶどまり配合再分析とか、こういうあの典型的な計算問題が出てきてもおかしくないかなとは思うので、あのぶどまり配合再分析なんかは、特に計算対策、理論対策やっていただきたいところとなりますね。あとはまあ標準原価カードの作成とかですかね。ここも あのまあ、計算と理論をしっかりと押さえておかなければいけない。ところで、意外とその標準原価カードを作らせるような問題を出したときにまあ、少し条件とかを複雑化すると解けないという方が多いところなんで、あのよく見直しはしていただきたいところになります。で、特にその標準原価カードの作成問題とかで、その製品の単位が個数の場合とかだったら、うまく標準原価カードを作ることができるんだけれども、その製品の単位がキログラムで原材料の。単位と あの単位が同じようなケース、原材料もキログラムで製品もキログラムベースで表現される場合の標準原価カードの作成なんかは、意外とね、あのちょっと条件を難しくすると対応できないという方が多いところなのかなと思うので、あのこれは、まあ、入門の問題集とかにもそういった問題は含まれていたりするので、あのキログラムベースで標準原価カードを作るような問題というのは、今一度目を通しておいていただきたいかなというふうには思います。 原価カードを作れないとねあの、それ以降の計算問題についても、かなりの数間違える可能性がありますので、まあ、ここはとにかくね、本試験で出されたときに必ず検算して対応していかなければいけないところですから、あの慎重にあの回答を進めていただきたい、まあ、そういう、ね、あの重要論点ということになるかと思います。はい、標準原価計算、とにかく大事なんであの、ここは時間をかけて復習を進めていってください。で次の7番で 直接原価計算と、まあ、短期利益計画のための管理会計というところですけども、まあ、直接原価計算については、これ単体で論文の試験で出されるってことがまあほぼほぼないので、まあ、それに直接原価計算、もわ分かりませんっていう受験生の方も、ね、いないのかなとは思いますから、まあ、ここは、ね、あんまり何かそういう計算対策として固定費調整をやるとかね、まあ、そういったことはもう今からやる必要性はないのかなとは思います。はい ただもちろん全部と直接原価計算の,その営業利益の計算結果の違いとかね、まあ、その辺は当たり前に説明できなければいけないところではあるので、まあ、出題される可能性は低いところではあるんですけども、あのここの知識自体は割と汎用性のある知識だったりはするので、他の論点であのここの知識を使って回答させる問題とかも出せなくはないので、まあ、見直しはしていただきたいところではありますね。はい であとは CVP 分析ですけれども、まあ、CVP 分析については、やっぱりこの損益分岐点とか安全より率、あとまあレバレッジの計算のところですかね、まあ、この辺が特に重点的に見ていただきたいところとなります。 あとは、最適セールスミックスの決定とかに関しても非常に重要なところと、これも直近の担当式試験でも最適セールスミックスの決定問題が出されていたので、あのこれについても、ね、あの見直しを進めていただければなとは思いますね。直近の問題もすごくいい問題だったんで、論文で似たような、ね、問い方がなされる可能性ありますので、ちょっと注意を払ってください。はい、で次の予算管理なんですけど、これは昨年度ね、 あのこのマーケットシェア分析についてがっつり総合問題出されていたので、まあ、今年はもう総合問題丸々1問という形で予算実績再分析の問題が問われる可能性はかなり低いのかなとは思いますただ予算編成なんかは逆に問われる可能性はあるのかなとは思うので、まあ、出るとするとこういった損益予算を編成させるような問題ですかね。 まあこの辺が結構怪しいかなとは思うので、ここ最近出ていないというところもありますから、また問題集とか、ね、あの予算編成の問題とか、1問ぐらい、ね、本試験前に見直しは進めていただければなとは思いますね。はい、で、次のところで、資金管理なんですけど、まあ、これは受験生ね、あの全員に共通して嫌いだって言われる論点だとは思うんですけども。 資金管理はもうぶっちゃけその事前の対策でどうこうなるっていう世界でもないのでもうある程度出たとこ勝負にならざるを得ないのかなと思いますで仮に資金管理の問題でそこまで丸々1問出されたときにもうよほど簡単なものでなければあのその問題で基本合否が決まるってことはないと思ってもらっていいかと思いますちょっともう見覚えのないような形式で出されるとか あの明らかに資料が多いとかって問題になってくると、もう資金管理だとこれ対応することが難しいので、あのその問題については、もう本試験の中で基本的には捨てていただいて、他の論点で拾いにいくっていうふうに、優先的に他の問題に時間をね、割いていただいて回答を進めていくのが、あの合格可能性を高める上ではいいのかなと思うので。 ここはもう明らかにヤバそうな問題はもう見たらわかるかと思いますのであのそういった問題について後回しにするというふうに進めていただきたいところではありますただ、まあ、一応事前の対策としてやっておきたいこととしては最低限キャッシュサイクルここはもう絶対に計算できなきゃいけないところなので あの、キャッシュサイクルの定義とか、あのキャッシュサイクルの意義とか、そういったところについてはね。しっかりとわ分かっておかなければいけないところなんでまあ、計算対策理論対策、しっかり見直しをしていただきたいところとなります。ここは出てきた時にできないとかなり差をつけられてしまいますね。で、あとはその資金計算書ですね。過去に何度も資金計算書の作成問題は出ているわけですけど。 まあ特に資金運用表なんかは2回出ているというところもあってまたまあ出てきても本当におかしくないところなんであの上級の問題集とかにこういった資金計算書を作らせる問題が掲載されていますけど、まあ、その問題についても、ね、あの本試験前には1回は目を通しておいていただきたいところかなとは思います。ままるるるっきりり同じ形式に出ることははずああえない問題、えー、論点ではあるんでんすけども、 基本的な資金運用表とか、ね、資金移動表の作りっていうのは分かっておいたがあが、あの回答を進める上ではスムーズになるかと思いますので、あのここはぜ、ね、ひ見直しはしていただきたいところになりますね。はい、で、次の10番ですけど、グループ営と文献化組織の管理会計ということで、これも直近の試験で出されていたところになるんですが、ただ、 この論点もね、あの別に2年連続とかに出てきても全くおかしくない論点ということになりますから、もう典型的なそういった事業部長と事業部の業績評価ですね、まあ、投資センターの業績評価尺度、ROI とか RI、まあ、これを使った業績評価、まあ、どういうメリットがあって、どういうデメリットがあるのか、まあ、その辺の典型的な理論というのは確実に抑えておかなければいけない。 でまたま、EVA の計算ですね、経済付加価値の計算というところで、まあ、これについても、ねまあ、問われる可能性というのはまなきにしもあらずというところで、まあ、管理会計で出なかったとしても、計画とかで問われる可能性もあるので、経計画選択の方はやっといた方がいいところではありますね。はい、でまざ、あ、ま論点が含まれるわけですけども、まあ、典型度も高いものが非常に多い論点でもあるので、まあ、一通り目は通しておいていただきたいところではありますね。 この事業部制の業績評価と特に内部振り替え価格の設定に関する理論なんかはしっかり見直しをしていただきたいところとなります。はい、でこのの論点は割と、ね、その計算自体重たくならならいので パッと見難しそうに見える問題でも意外と解いてみると時間かからないとかあの実は簡単だったなんていうオチの問題があったりはするので、まあ、見た目じゃ、ね、難しさっていうのがちょっと判断がつかない論点なのかなとは思いますから、まあ、とりあえず、ね、着手してみるっていうのはいいとは思います。 ほ他の問題次第ではあるんですけどもあの、しっかり時間かければ正解できる可能性が割と高い論点なのかなとは思ってはいるので、あのここは他の問題が難しければ、積極的に解きに行っていただきたいなというふうには思いますね。はい、で、次の11番、原価管理ということで、まあ、原価管理に関しましては、これはもう総合問題、〇〇1問ではあんまり出てこない論点なので。 あの令和1年の試験に,において、ね、目標減価を展開させるような問題出てきていましたけどさすがにこの頻度でその問題出てくるかというとかなり可能性は低いのかなと思いますので減、まあ、価管理についてはそんなに計算対策という形でがっつりやっておく必要性はないかとは思います。たただ理理論としては、ねあのまあ、原価管理の、ね、そういった あの現代的な体系、まあ、原価規格であったり、減価維持とか原価改善ってありますけど、このあたりの定義の説明とかっていうのは、しっかりと対応できるようにしておかなければいけないので、まあ、ちょっと定義を覚えるとかっていう作業はしていただきたいかなというふうには思いますね。はい、で、次の12番、ABC ですね、これはもうね、あの取材可能性はもう二重丸ということで、かなり出る可能性は高いと。まあ、昨年度も一応出ていたんですけど 昨年度の試験は総合問題という形ではなくて、設問の1つとして ABC の計算をやらせるような問題が出ていただけなので、あの今年の試験は総合問題、まる1問とかっていう形で出てきてもおかしくないかなとは思うので、まあ、ここは、ね、あのしっかりと対策を取っていただきたいところとなります。理論も比較的典型度高いものが多いので、一通り理論問題集に載っているものについては目を通しておいてください。 で次の13番、業務的意思決定ですけども、まあ、業務的意思決定については、これはもうねあの、作文者の色がもろに出てくるところなんで、事前の対策があまりね、意味をなさない可能性が高いところではあるんですけども、まあ、典型的な理論もね、いくつかあるので、まあ、そこはねあの、確認はしていただきたいかなと思います。もう計算対策にについいててはは、ね、そんななな時間かかけてもしょうがないかなとは思うがと思ので あ,のある程度、ね、基本的なことが分かれば、そんなにがっつり計算問題とかを見直す必要性はないのかなとは思うので、理論対策がある程度固まったらね、ね他の論点に時間を回していただければなとは思いますね、はい。で、最後、設備投資ですね、まあ、投資計画の経済性計算ということで、まあ、これもね、昨年度、まあ、ちょっと問われているというところで。 でまあ今年の試験についてもがっつり設備投資の問題とか出てくる可能性はありうるかなとは思うので、まあ、ここは、ね、あの計算でかなり差がつきやすいところでもあるので、あのしっかりとキャッシュフローの見積もりであったりだとか、あの経済価値計算の方法、賞味減在価値法とか内部利益率法の計算や、あるいはそれぞれの計算の特徴などについては、まあ、しっかりと確認をしておいていただきたいところとなりますね。はい すみません、急ぎ足で申し訳なかったんですけど、まあ、管理会計は以上ということになりまして、まあ、とにかくね、あの先ほどもあの申し上げました通り、あり、特に標準原価計算ですかね、標準原価計算のところが重要、あと、個人的にはやっぱりこの ABC のところが重要というところになりますんで、あのここは重点的に見直しは進めていただければと思います。であとは、原価計算の基準とかについてね、結構質問を受けること多いんですけど、基準対策もある程度やっといてください。 あの基準対策として何をすればいいのかっていうのが難しいところだと思うんですけど、担当の時に使ってたテキストなどがあるかと思いますので、あのそれで基準の見直しとかっていうのを直前期にやっていただければなと、もう1週間前とかで結構ですんでね、あの1、2回、その本試験までにあのそういったテキストを通読するっていう作業を、ね、進めておいていただければなと思います。本当に基準ののののの中身っってていいううががそのまま、ね、問われるる可能性っていうのがあり得るので あのある程度基準についてはね。広く見といた方があの無難かと思われますので、そこでね。1点2点変わってきて、あの合否がね。また変わってくる可能性もありますから、あの簡単に拾えそうなところについては積極的にね。ちょっと拾えるように対策の方を進めていってください。はい。ま、それではね。管理体計については以上となりますのでで、次にちょっと続けて計画の方に移っていきたいと。思いますので。 計画選択の方は、ね、引き続きちょっとご覧になっていただければなと思うんですけどもまず、計画についてはあの形式的なところから話を進めていきたいなと思うんですけどあのこの新試験以降の計画の出題形式についてまとめていますがまず、この経営管理分野ですね、第1問について、まあ、どういう形式で出されているかというところで、まあ、基本的にはこの3パターンですね。 あの文章を書かせるか、あるいはこういった用語を答えさせるかというところ、であるいはここ最近は計算問題ですね、謎の計算問題があの数年連続して出されているというところで、まあ、この3パターンの素材というふうに分類することが基本的にはできると、でこれ、時系列で追いかけていっていただくと、特にここ最近っていうのは、この文章問題の素材っていうのがかなり割合として減ってきていると。 まあ直近の試験なんかは2行問題が2問と3行問題が1問というところになりますので,で、まあ、しかも、ね、その現場で考えないといけないような問題とかもあったのでいわゆるその典型的な理論問題で何か文章を書かせるみたいな問題っていうのはだんだん減ってきているそういう傾向があると。 だからまあそういったことを踏まえると、まあ,あんまり大きな声で言えないところではあるんですけど、あの今、皆さんね、必死に用語とか覚えてくださっていると思うんですけど、その用語をしっかりと吐き出せるようにするってことはとにかく大事なんですけど、用語をものすごい精度であの説明できる必要性っていうのが、ある程度、ここ最近の試験の傾向とかを見ていくと、ちょっと相対的に落ちてくると。 だからどちらかというと、計画対策っていうのは、この理論対策としては、アウトプットっていうよりは、インプットの方に重きを置いて対策を取っていただきたいのかなとは思いますね。まあ、どうなるかもちろんね、わからないんで、急に今年文章問題、結構多く出てくる可能性もなきにしもあらずではあるんですけども。 まあここ最近の傾向から見ていくとそんなに典型的なその事前に対策したことを吐き出させるような問題っていうのがあまり出てこないというところがありますのでそこにものすごいリソースを割いて勉強していくっていうよりは他の科目とかに、ね、少しでも時間を割いてもらった方が合格可能性は高まるかと思いますのであのそこはもう皆さんのね他の科目の出来次第ではあるんですけどあの他科目に苦手科目があるんだったらそちらの方にに、ね、ちょっと優先的に。 資源を、ね、配分していただ、ければなといいう,うには思いますただまあ用語問題は、ね、とにかくしっかりやっていかなければいけないので、あのレジュメの見直しであったりだとか、一問一答問題集の,あの繰り返し反復演習っていうのを繰り、えー、行っていただければなとは思いますね。で計算対策は、ね、ここはもうあの事前に行いようがないので、もう何が出るか、もう本試験当日を迎えてみないとわからないところなので、もう謎の計算問題が基本的に出てくると思っておいてください。 でそれが仮に間違えたとしてもちょっと直近の試験はね、間違えると痛い問題ではあったんですけどほ、まあ、他の問題とかでリカバリーが効くとは思うので、まあ、ファイナンスが結局できていればね、多少経営管理の分野で失敗したところで得点比率52っていうのを下回る心配はなくなるのかなと思いますから。あのー とにかくね、計算問題、謎の計算問題については、ここはもう間違えてもしょうがないっていうぐらいの気持ちで取り組んであげたほうが、本式の中でね、その無駄に焦らされる気持ちもなくなっていいのかなと思いますんであの、ちょっと気軽に取り組むぐらいの,、ね、あのノリで受けていただくぐらいのほうがいいのかなとは思います。はい ここは事前の対策はちょっと取りようがないんでね、心配なところではあるんですけど、できなくてもあのそこはもうそんなに合否に大きく影響しないと、まあ、それぐらいに割り切って進めていただければなとは思いますね、はいで。次に財務管理なんですけど、ファイナンス分野については一応こういう形式、<あ>文章を書かせるも題。二宮先生、はい、二宮先生、はい、えっとね、管理の、ね、レジュメが映ったままになってる。なんて<れ> <laughs> そうなの、うん、放送事故じゃないですか、完全に。ちょっと待ってくださいね。あ、これ、ワードだと一気にあれなんですね。共有できないんですね。うん、これ、大丈夫ですかね。あ、経営になった。すません。むちゃくちゃぐだぐだしていますね。<laughs> <laughs> 結構喋っちゃいましたか、ね、<laughs> むちゃくちゃ喋ってましたね。む <laughs> ちゃむちゃ喋ってました。まあ、<laughs> 時間結構まだあるんで。あでもまあ多分、分あのなくても大体、なんか伝わってるんじゃないかなとは思うんであなる,ほどなるほど、これ話してただけなんで、はい、了,解了解です。すみませ,すいません。皆さん多分ご指摘いただいてた方、いたのかもしれないんですけど、すみません。じゃあ、ちょっと続けて、財務管理のところ見ていきたいと思うんですけど。 財務管理の分野に関しては、まあ、あの今さっき申し上げたとおり、まあ、こういったパターンで出題形式が一応ありまして、まあ、文章記述とか1等問題、数値の回答、あと文字式の回答とか作図問題というふうに分けることができるんですけど、まあ、ここ最近はずっと文章を記述させる問題、全く出ていないというところなんで、まあ今年についても、こういう文章で何かを説明求めるような問題は、まあ、出てくる可能性はちょっと低いのかなとは思います。まあ、出てきてきも かなり数は少ないかなと思うので、あの別途何か対策する必要性っていうのはないかと思いますね。でもほとんどは、ここ最近は1うう等問題、選択肢が与えられていて、その中からまあ選ぶ形式で、あるいはこういう数値を回答させるです、ね、計算結果をまあ回答させるような問題ですね、まあ、こういう出題形式となっていますので。 もう皆さんが行うべきこととしては、とにかくこの数値を出せるようにすることを優先的に考えていただいて、その対策の中で理論的な背景とかを各論点詰めていくと、そこだけをしっかりと行っていただければ、もう OK ですのでね、ファイナンスについては、基本的にはね、あの勉強の方針とか立てやすいのかなとは思います、はいで。具体的な今回の本試験の予想ではあるんですけど、経営管理分野から見ていきますと、 まず、まあ、ミクロ組織論のところでさまざ、あ、ま論点は、ね、あるわけですけれども、まあ、特に重要かなと思うのがこの動機づけ理論あと、まあ、欲求理論とか家庭理論ですね、まあ、講義の1回目とかで取り扱うような内容になりますけれども、まあ、この辺の、まあ、土点形の部分ではあるんですが何かしら問われる可能性が結構あるかなと個人的には思っていて。 で過去にそんなに問われていない、ね、こういった ERG 理論とか、ア、まあ、クレガーの X 理論、Y 理論とか、典型度は高いんですけども、まあ、そんなに、ね、問われてもないと。でまあ、ハーズバーグの匂い理論とかも、まあ、かなり重要性高いかなとは思っているので、まあ、特にこの辺はねあの、しっかりと本試験直前にはまた改めて見直しは進めていただきたいところとなります。ここはね ある程度、自分の口でしっかりと各理論の内容を説明できるようにしといていただきたいなとは思いますので、まあ、単に用語を覚えるというよりはあの今回、このレジュメに載せてあるような、まあ、具体的なこの各論点ですね、この辺はちゃんと自分で説明できるレベルまで、ね、知識水準を高める作業はしといていただければなと思います。であとはまあリーダーダシップ論 まあこのフィードラーの、まあ、状況行為性理論とか、あとまあ比較的最近のリーダーシップ概念ではありますけども、サーバントリーダーシップとかですね、この辺はあは昨年度とかでも出てくる可能性があるよって言ってたところではあるんですけども、まあ今年についても出てくる可能性はかなりあると、まあ、試験の先生でね、リーダーシップ論結構好きな先生もいらっしゃるので、本当に出てきてもおかしくないかなと思います。で割と過去の本試験ではそんなに出てないんですよ、これって。 平成29年までは全然出てないというところなので、あの未出題の分野っていうのが多い分野でもありますんでね、ここは対策としてあのしっかり見直しはしていただきたいですね。はい、で、次のところで、マクロ組織論ですね。まあ、これも様々論点あるんですが、特に重要なのがこの組織文化論というところと、あとまあ知識創造論ですね、この辺はかなり重要性高いかなと。 あとはまあ意思決定理論ですね、ここの3つの分野がと、まあ、りわけ今年の試験のことを考えると重要かなとは個人的に思っていて、まあ、組織文化論はなかなか問いづらい分野なんで、まあ、何を問うんだっていうところがね、の何とも言えないところではあるんですけど、組織文化について何かしら、ね、問われる可能性っていうのがあるかなと。 でまあ、ある予備校では、そういった社員の組織文化の階層性っていうのをね、あのレジュメとかに載せていたかと思いますけど、まあ、それを出題していた予備校もありましたので、あの組織文化の階層性とかは覚えておいた方がいいかなというふうには思います、はいまあ、むしろこれぐらいしかそんなに覚えることっていうのがない分野でもあるので、まあ、組織文化のあと逆機能ぐらいですかね、まあ、ここは説明とかもある程度できた方がいいかなとは思います。はい あとはまあ知識創造論で、あのこの積モデルですね、まあ、この辺はもう知らないという方はいないのかなとは思いますけど、積モデルについてがっつり何か説明とか求める問題出てくる可能性がありますね。で残りはまあこの意思決定論ですね、最、ま、後、あの意思決定理論とか、まあ、ゴミ箱モデルっていうのは、なかなか何を出すのかっていうのが難しいところではあるんですけど、まあ、ゴミ箱っていうのは少なくとも、ね、答えられるようにしておかなければいけないかなとは思いますね。はい で次の企業戦略ですけれども、まあ、この企業戦略につきましても、さまざま論点含まれていて、非常に範囲が広いなというところではあるんですけども、あのとりわけ、昨年度もね、山として張ってたところではあるんですけど、出ていなかった、このエーベルのドメイン定義と。 あと、アップフレーミングって言葉であったり、マーケティングの禁止眼って言葉ですね、この辺はむちゃくちゃ重要性高いところになりますんで、あのここも答えられない受験生は、ね、ほぼいないんじゃないかなと思いますから、あの必ず対策をしておかなければいけないところとなりますね。であとははアンゾフのの戦略論ですねあのこの辺は 典型度も高いのでで意外と覚えられていない方も多いところだったりはするので、あのー、製品という軸と市場という軸で安息はね。戦略っていうのを4つにあのー、分類したわけですけども、その安息の成長ベクトルっていうのをしっかりと押さえておくっていうのと、あとまあ安息が唱えた。多角化の分類とかもしっかりと押さえておかなければいけないかなとは思いますので。この。 総論的な話として、アンゾフさんを中心に見直ししていただきたいというところと、あと、それとつながる話ではありますけど、この多角化戦略っていうのも重要性高いところとなりますので、この多角化がらみの言葉として、あのルメイトの多角化理論とか、まあ、コングロマリットディスカウントとか、あと、まあ、内部資本市場という概念ですね、まあ、この辺についてもレジュメに載せてありますので、まあ、改めて見直しをしておいてください。はい、で次の4番。 競争戦略とマーケティングっていうことで、まあ、この経営管理分野、今年の山はどこですかって言われると、まず一つ大きく挙げられるのは、マーケティングって答える人は、今年は多いでしょうね。マーケティング分野はね、長らくあまり問われていないところでもあるので、あの今年はがっつり出てきてもおかしくないかなと思います。 でちょっとこの重要論点とワードっていうところに講義の中で触れていないものとかも載せているんですけどこれもあの押さえていただければなとは思うので、まあ、様々ねあの検索すれば議論の中身とか出てくるレベルの話なのであのもう概要さえつかんでいれば十分かと思いますのであの最低限、一応ここに載せてある用語については確認の方を進めてみてくださいで次に今度5番技術系と日本的系ということで 技術経営はね、昨年度も出ていますし、その前の年も出ているというところで、ただ、ここもものすごく様々な用語が、ね、取り扱われている分野でもあるので、まだあの過去に出ていない用語とかっていうのはたくさんありますから、あの一通り、用語については、ね、対策は取っておかなければいけないかなとは思います。でまた、日本的経営というところについても、まあ、ここもね、 あ,のあんまりがっつりと問われるとしてはないんですけども、まあ、いつ出てきてもおかしくないですね、基本的にあまり試験の先生方の、ね、影響を受けづらいというか、日本的経営について関心持ってない試験の先生って基本いないので、まあ、いつ出てきてもおかしくないかなという感じのところではありますね、はい。もう三種の神器とかね、見えざる趣旨とか、まあ、こういったものについてはね、必ずしっかりとね、押さえておかなければいけないですね。 あとまあ日本的経営と絡めて、ね、あのこの一番視点に載せてあるような人的資源管理ですね、こことかもことしの試験については問われる可能性がかなり高いかなとは思うので、この下の重要な用語についても、ね、あのしっかりと整理の方を進めていってください。まあ、人的資源管理は一つの大きな山になってくるかと思います。であとはこのガバナンス。 コーポレートガバナンスについても非常に重要論点ですね。コーポレートガバナンスと企業の社会的責任ですね。ここもここ最近は問われていないところで、まあ、試験の先生で好きな方がいらっしゃるところになりますので、がっつり出てくる可能性がありますから、あのこの分野についても見直しを進めてみてください。 まあ、とにかくいつも言ってることではあるんですけど、基本、広く浅くっていう対策が重要なので、まあ、あまりね、その山を張ってあの、特定の分野だけ対策をやるっていうのは、これ、危険性が高いのであの、どこから出てきてもおかしくないっていうところがありますので、あの用語については最低限、どの分野から出されても大丈夫だって言えるぐらいにはね、対策の方を進めていってください。ただ、今年の試験のことを考えたときには、特に重要なのは、さっき言ったマーケティング。こ、まあ、これと、まあこの 技術系とか日本的系のところと、まあ、あとこの6番のところですね、コーポレートガバナンス、企業の社会的責任、そしてまあ人的資源管理のところですね、この辺は本当に重要性高いところになりますから、で意外とあのこの辺りは後半戦で取り扱うところでもありますので、まあ、用語の記憶っていうのが結構曖昧な方が多いところだったりもしますから、あの今一度ね、一から見直す作業っていうのを進めていってください。はい、で以上が経営管理分野で,で次の 財務管理分野、ここは、まあ、そもそも範囲が狭いのであの、あんまり山を張ることに意味がないところではあるんですけれども、ただ、まああの、個人的に特に重要かなと思っているのは、この企業価値評価、あの昨年度はその株価の算定とかについてはもちろん出てはいたんですけれども、いわゆるその企業価値の算定問題ですね、あの過去の本試験見てみてもよく出ているところ、そのフリーキャッシュローを枠で割り引くっていう形式の問題が、昨年度は出ていなかったので、 今年はかかなななり、ね、出てくる可能性高いいいんじゃないかなと思います。で、これも常に言っていることではあるんですけどその手の問題が出てきたときにフリーキャッシュローの見積もりを間違えたらもう自ン度なんであのとにかくフリーキャッシュローの計算については注意を払ってください。 あのこれ、本当にね、何か言っても間違える方多いんですけど、その資料の与えられ方として、初めは税引き前の営業利益を与えている問題と、初めから税引き後の営業利益を与えて、その資料を示している問題っていうのもあるので、あのこれね、見覚えのある形式だから、いつも通り解いたらいいやっていう風な発想で。 あの回答していくと実はその税引き後の営業利益が資料として与えられていたとかっていうオチがあったりするのであのそこの資料を、ね、よく見た上でとにかく計算しなければいけないところなのでフリーキャッシュローの見積もりなんかはあの本試験時間は絶対余りますからそ本試験の中で必ず3回4回と見直す作業っていうのは行ってくださいここ間違えるともう、ね、芋づる式にあの下手すると10点ぐらい飛んじゃう可能性がありますからね。 結構怖いところではありますのであの集中して取り組んでいただきたいところとなりますね。でこの企業価値評価っていうのがまず1つねあの重要論点で,でもう1つはこのデリバティブ取引のオプションですねこれ昨年度デリバティブが全く問われていないので今年何か出てくるぞと、まあ、その可能性はかなり高いかなと思うので,で出てくるとすると先物とかスワップっていうのが まあ、あんまりその手を変え、品を変え、問題を作りづらいところになるので、その先物取引とかスワップ取引って、そんなに複雑化しようもないんですよね、問題に作るときに。 まあシンプルな問題になってしまうというところもあるので、まあ、作文する側としてはあまり面白くない論点だったりしますから、まあ、その点、オプションなんかはさまざまな問い方ができるところなんで、まあ、これどこの予備校でもやっぱりオプション取引は今年の山として考えているところが多いでしょうね。ここは本当にがっつり問われる可能性がかなりあるかなと思いますから、あの特に日光モデルを中心とした計算対策ですね、あの必ず進めていってください。はいで そこの2つですかね、企業価値評価とこのオプション取引っていうところが特に今年の試験だと2大挙動ということになるかと思いますので、あのそこを中心に見直しをしていただいて、あとはもういつも通りね、 あのこういった債券の投資理論だったりだとか、あるいはポートフォリオ理論とか、市場均衡理論とかですね、キャップ m ですね、この辺については、もう当然ね、知っておかなければいけないところなんで、この辺切ってる受験生はまずいないと思いますんで、大丈夫かとは思いますけれども、あの当然見、見直しをしておかなければいけないところとなりますので、まあ、ファイナンスについても、あの一通りね、論点、確認はしていただきたいところとなりますね。ただまあここははは範囲は本当に、ね、広くはないので あの皆さんにご提供した教材を、ね、あのしっかりと確認していただければ、あのそれで最低限の点数というのは取ることができるはずなので、あのしっかりと論文グレーアップ当連ですね、そこで出題されたものについては完璧にこなすという作業を、ね、残りの期間で行ってみてください。はいまあ、簡単では ありますけど、まあ、以上が経営学の取材要素ということになりまして、さまざ、あ、ま、ね、留意点とかも示しているので、あのお手元にレジュメとかダウンロードしていただいて、あのまたこういった留意点についても、ね、あの内容の確認を進めておいてください。はいまあ、それでは、えっと、以上と、うんはい、なりますので、はい、あじゃあ、画面共有を終了していただいて。 はい、ありがとうございます。もう最後になりますけど、はい、本試験頑張ってきてください。お疲れ様でした。はい、二宮先生、ありがとうございました。はい、じゃあ影山先生、ちょっと喋ってみてもらっていいですかね。あはい、えー、聞こえますかね、大丈夫ですか。あ,あもう、もう画面共有したんですね。はいですね。はい、聞こえます。 大丈夫ですね。画面も見えてます。どうぞはい。はい、えっ、ー、と、それではですね。ええー、まあ、直前予想会ということで、財務会計論ですね、始めさせていただきます。よろしくお願いします。はい。えっ、ー、と、まあ、財務会計に関しても、早速ですね。これ、レジュメが。今、共有されていると思いますけれども。まあ、いきなり六ページの出題予想というところからね、入っていきたいと思いますが。ええー。まあ、財務会計の。まあ、本命といったら、あれですけれども、もう、第五問は。 もうここ6年連続連結企業結合の総合問題になりますので、あのもう、ね、連結企業結合の総合問題、まあ、ここはもう100%に近い、ね、もう99%出るというふうに考えて、えーまあ、対策を立って,ていく必要があります。えー、でただ、ね、まあ、具体的な対策というのは本当にもう当連を使った対策になりますので、レクセンであれば、ね、ポイントレスト普段使っていると思いますけれども、えーまあ、そこと合わせて、ね、あのここまでの当連、えー、を見て、まあ、実際、 総合問題の中にですね、えー、理論が絡められて、どう取材されているのかっていうことですね、えー、まあ総合問題で、あごめんなさい、東連の方でね、対策を立てていただければと思います。もう、えー、連結、企業結合、事業分離ですね。えー、もう基本的には、もう出てくるというね、えー、前提で学習を進めていってください。で、まあそことね、絡めてですけれども、やっぱりのれんですね。えー、のれんは、 もういつ出てもね、どんな論点が出てもおかしくないので、えー、まあポイントレストリですと、えー、連結会計のところと、あとはですね、固定資産会計、第10章かな第9章か。えー、そのところでですね、のれんがありますので、えー、まあそこね、2つとも、連結のところと固定資産のところと合わせてのれんの方はを確認をしてみてください。はい。で、あともう1個はやっぱり収益認識ですね、収益認識会計に関しては、出、え、題、ー、可能性は非常に高いかなと思います。昨年も第4問でね出題されておりましたけれども、えー、まあ今年も、 え、出題される可能性は全然ありますので、え、まあ対策を立てていくと。で、ただこの収益認識に関しての対策はですね、え、こちらは、まあ基本的には計算ですね。計算のテキストと一緒に、え、まあ理論を見ていく。え、まあ計算ありきのね、この会計基準っていう要素が収益認識基準は強いので、え、なので、 理論だけをね、勉強するんじゃなくて、あの、簿記のね、テキストを見つつ、えー、基本的にはどの要件に当てはまったらどういう処理になるのかっていうことを意識してください。ね、結構いろんな要件なんかがね、えー、あると思いますので、あの、各要件に当てはめて、えーまあ、どういう処理をしていくのかっていうね、えー、昨年も、まあ、その出題だったので、えーまあ、それを意識して、えーまあ、勉強していってください。 あとでね、ちょっとポイントリスト、大事なところは、まあ、さらっとねあの、こう見ていきますので、まあ、とりあえず、収益認識、やっぱね、えーまあ、本命に挙げられるかなと思います、ね。まあ、この20万のところが、まあ、大本命といったところでしょう、ね。で、えーまあ、丸のところですね、えー。丸のところに関しては、えーまあ、純資産会計ね、あまりこの当連では出していなかったんですけれども、ちょっと1産会計に関しては、 えーまあ、重要性は、ね、高いと思いますので、まあ、最後、模試,です、ね、模試の、えー、第3問の問い2で SS 出しましたけれども、えーまあ、そこと絡めて、ね、資産会見まんべんなくあの出題、えー、復習はしておいてください。あと包括利益、ねまあ、ここは連結会見のそこまでと絡めての出題、えー、または、ね、第3問の えー、例えば、問いにとかで出題されても面白いかなとは思っておりますので、えーまあ、当連でも、ね、第3問で包括利益出したパターンっていうのがあるので、まあ、そこも合わせてみていただければと思います。はい、あとまあリース、固定資産系、まあ、リース会計やっぱりですね重要性高いですから、えー、まあ貸しても含めてねまんべんなくあの見ておくようにはしてください。あ、は、と、いま、固定資産、ずっと固定資産、ね、ざっくり広いんですけれども、まあ、減損資産塾債務、えー、そしてここ2年間ですね、 えー、固定算系で伝統的な論点が出ておりますので、えーまあ、伝統的な論点をね、こう、中心的に復習するっていうのは全然特策ではなく、むしろやってはいけない具策なんですけれども、あのー、もう、ね、余裕がある方、あんまりね、えー、もう勉強することないよっていう方、あんまりいないかもしれませんけれども、余裕がある方は、一応固定算系の、えー、伝統論なんかは、えー、一度見ておくといいかもしれません。はい、でちょっと、ね、ここには ちょっと入れ忘れてしまったんですけども、まあ、丸の、ねえー、ところに退職給付も入れておいてください。すいません、退職給付会計ですね。一応、模試の第1問で退、ね、職給付、で出題しました、第3問の統一で、ねえー。ちょっと退職給付も、やはり、まあ、出題可能性としては高いので、まあ、結構、ね、多くなってしまうんですけれども、えーまあ、おなじみのラインナップがやっぱり、ね、出題されると思いますので、退、ま、職、あ、給付もそこに加えておいてください。はい。で、えー、黒三角ですね。 まあこれ大穴っていうわけじゃないですけれども、うんまあ、出る可能性は全然ありますよということで、まあ、ストックオプション系ですかね、これはやっぱり取締役のです、ね、報酬に関する部分は少しトピカルな話になってきますので、えー、まあこの部分見ておいていただければと思いますし、まあ、セグメント情報はですね毎年私が言っているところで、えー、まあこっちと私の個人的なね、えー、完全な、この、 重いというのが入っているので、えー、少しですね、これは変形になると思うんですけども、まあ、セグメント情報、あの概念のマークと絡めた理論部分は必ず見ておいてください。ということと、やっぱり会計方針の変更と語尾の訂正で、まあ、これ、ちょっと基準の名前はね、会計方針の開示、変更、語尾の訂正と、ちょっと会計基準の名前変わっておりますけれども、えー、まあここもですね、えー、やはり重要性は高いですから、えー、まあちょっと大穴というわけではないんですけれども、まあ、2 0丸○に続く、ですね、えー、まあ第3の矢というですね、えー、観点で、 え少し補足はね、えー、入れておくようにしてください。はい。まあ、このあたりがね、ちょっと山になってくるかなと思います。えー、それではですね、ちょっとポイントリストベースでもう少し、ね、重点的に見ておいていただきたいポイントリストなんかを1ページ目からですね、えー、ざっとえ振り返っていきたいと思います。これね、ポイントリストベースになっていますので、えー、マレクのね、理論問題集のタイトルですね、1章から順にタイトル。 で、トーレント模試で出題した部分に関しては一番右の列に、えー、書いておりまして、で、右から二番目が山ですね。まあ、あの、中心として勉強してくださいというところで、あの、ただですね、一応今日レジュメン配布しますけれども、まあ、基本的には、 普段の当連だとか、あと講義でお配りしたポイントリストのランク表ね、まあ、ここをね、中心に見ていただきたいので、まあ、あくまでもね、あの、最後に復習するときの強弱をつけるという意味で、山のね、星の印がついた部分は、まあ、ちょっとね、強めに見るっていうね、スタンスでやっていただければと思いますので、まあ、この直前チェックリストを中心にというよりは、基本的には当連で出た問題に付帯するポイントリスト、そこをね、メインで見ていくようにはしてください。はい。 で山はですね、えー、一つ星と二つ星があって、まあ、二つ星の方が当然、ちょっと強めにあの見て,いた,だい,ていただきたいなというですね、ポイントリスト部分になります。はいでえーまあ、財務関係総論の部分に関しては、まあ、もうここは基本的な部分に星を入れたんですけれども、えー、ただこう連結先行論とかに関しては、ですね、えー、ここ最近ですね、 えー、この前の担当試験保試験でも、まあ、ちょっと国際会計基準の話なんかが出ていましたので、えーまあ、一応念のためということで、連結選考論のです、ねえー、ポイントリストにも星を入れました。ね、重要性がすごい高いというわけではありません。どちらかというと、保険的な意味合いになりますので、えーまあ、さらっと、ね、確認していただければと思います。はい、で第2節は、ね、財務課けの概念、えー、ということで、まあ、質的特性は、ね、どの問題と絡めて出題されてもおかしくないので、まあ、質的特性に関するポイントリストは見ておいてくださいということです。はい でまあ、一般原則は、ねうんまあ、出る可能性、ね、全然ゼロというわけではないんですけど、ここ最近の伝統論が出るという流れからすると、えただまあ中心として山を張る部分ではないと思いますので、えー、ただ13会計と絡めてとていう意味であれば、まあ、3, 3の3、ね、の、えー、資本取引、損益取引の区分であったり、3の4の資本助金と利益助金の混同禁止のあたりは、えー、まあサクッと見ておいてもいいのかなと思います。はい、で第4章、第5章は資産会計総論、不債会計総論で、 あのまあ、資産会計ソロに関しては、資産の定義に当てはめてですね、記述をする可能性はありますので、資産の定義の当てはめっていうものは、一、まあ、つね、問題のターゲットとしてあり得るということは念頭においてください。だから、資産の定義は必ず覚えておいて、えー、まあ実際当てはめなければいけない場面が出てきたら当てはめられるようにしてくださいということと、あとは4の5ですね、収益性が低下した場合の会計処理。 固定産だとか、棚卸産だとか、ですねあとはまあ金融商品、えー、収益性が低下するときにどう、ね、会計処理をしていくのかという統一的なポイントリストになっていますので、ここは見ておくというところですね。はい、で第6章、純資産会計総論で、まあ、当連なんかであんま出てないんですが、あのただ全然重要で、まあ、試験の先生なんかにも純資産系、ね、あの好きな先生がいらっしゃいますので、まあ、だから、ね、SS なんか申し出していたんですけれども、えーまあ、一応まんべんなく、ね、そんなに難しい問題は出ないと思いますので、まんべんなくポイントリストは確認をしておいてください。 はい。で、続いて第7章は財務諸表で、ここはやっぱりキャッシュフロー系ですね。キャッシュフロー系を一つまず見ていただきたいということと、あとは会計上の、ね、変更だったとか、ゴの訂正、そして、えー、セグメント情報、ね。まさに星がついたところをあの見てください、ね。えーまあ、キャッシュはね、昨年度個別キャッシュ出ていますけれども、2年連続ということも全然ありますのであの、個別キャッシュ出た場合にはしっかりと点は取れるようにしてください。はい。まあ、田野三角形は まあ、ぼちぼちというかね、そんなにまあ、すごい重要性が高いというわけではないかもしれませんけれども、まあ、一応最低限やることをやっておくということですね。はい。あと、固定資産に関しては、やっぱりのれんですね。のれん。のれんと、一応、投資不動産なんかもね、ちょっと見ていただきたいという点。えそして、ちょっと9-2はですね、あのまあ、せこいんですけれども、あの先週かな、えー、やったですね、他コの模試なんかでですね、この9-2にですね、えー、関連する まあ問題が結構出ていたので、まあ、9の2はちょっとタコさんがねあのしっかりとカバーされているということで、えー、9の2については見ておくといいと思います。まあ、建設に要する仮出しを入れるとか入れないとかですね、固定者に関する伝統的な、えー、話になってきますので、まあ、その伝統的な問題の対策としての、えー、一環で、まあ、9の2なんかを見ておくといいと思います。はい、9の8はあの見積もりの変更ですね。えー、原価却保護の変更が え、会計方針の変更なんだけれども、処理としては見積もりの変更に該当しますよというところに関するですね、えー、部分になりますので、ね、これも、あの、見ておくようにしてください。はい。で、えー、第10章、クルノベ延さん引き当て金に関しては、 まあ、ここはね、とにかく引き当て金の定義に当てはめて、引き当て金っていうものに該当するかどうかを検討できるかどうかっていうところ。えー、そして、まあ、株式交付金の会計処理。えー、まあ、ここがですね、日本柱になってくると思いますので、あの、まあ、引き当て金に関しては、特に修繕引き当て金なんかがね、引き当て金だけれども、まあ、負債に該当しないとかっていうところにね、絡めて出題するっていうことも考えられますので、あの、まあ、そういうところはね、えー、見ていただければと思います。はい。で、リースは、 もうかなりね、重要性が高いということですから、まあ、どのポイントリストもできるようにしていただきたいなと思います。まあ、一応11対4はね、かなりこう、使用権モデルの強いですね、色が濃い内容になっていますので、一応まあ、ここは星は入れてないんですけれども、他の部分に関しては、あの、きちんと見ていただきたいということになります。え、ね、そしてですね、まあ一つ、11の2ですかね。11の2については、 えー、所有権移転ファイナンスリースト引と所有権移転外ファイナンスリースト引のキの、えーまあ、特徴の違いなんかについてですね3つ挙げるというですね部分があったと思いますのでそこはですね一応覚えておいた方がいいかなと思います。本当は今日のですねこの直前チェックのレジュメに載せたかったんですけれども、えーまあ、ちょっと結果的に、まあ、口頭で説明すれば大丈夫かなと思ったんで、えーまあ、口頭での説明させていただきます。けれども 所有権、移転外ファイナンスリストリ、利益は移転とどう違うのかという、ね、あの3つの相違項目がありました。まあ、最近の第3問とかだと、ね、そういう相違点をなんか3つ挙げなさいとか、ねえー、そういう出題が多いですからぜひ、まあ、移転と移転外の相、ね、違、えーまあ、特に移転,外の特徴です、ね、移転外の特徴に関して、まあ、3つ挙げなさいという問題が仮に出たとすればです、ね、あのこれはすんなりと挙げられるように、えー、しっかりと、まあ、ここは覚え,ていくと覚えていくようにしてください。はい 減損会計ですね。減損会計はもうまんべんなくですね、まあ、固定資産系というところになりますので、えー、まあこれもべんなくいってくださいと。はいで。あとはどうですかねざっと見ていって。えー、やっぱり対象級ですかね第16章。まあ、今日のね、模試の第3問、と1でも出しましたけれども、えー、今日の、ね、問題はかなり基本的な問題ですから、あのこの16の10に関する数理計算所の際の知延認識の論域ですから、まあ多分、 ほとんどの受験生がもう相当程度精度高く書いてきますので、逆にあのちょっと書けたっていうぐらいだと、あのおそらくです、ね、相対評価で点は低くなりますので、まあ、模範回答に近いものをほぼ完璧に記述できるぐらいの勢いで、えー、書いていかなければいけない、ね。そういう問題でした。ただ何が出ても、ね、おかしくないですから、特に二つの、ね、星がついているところは、もうほぼ完璧に記述ができるようにしていく必要はあるかなと思います。ね、はい。 まあ、さらにね、伝統的な論点が最近出てるっていうところの絡みで言うんであれば、まあ、こういった対象給付やときと未払い費用のね、えー、共通点とか相違点とか、まあ、こんなところもね、あの、最近の流れからすれば出ても全然おかしくないので、あの、まあね、重点的にやるっていうわけじゃないですけれども、余裕がある方なんかはね、当連の10回目でも出していますんで、また見ていただければと思います。はい。続いて、資産除去債務ね、資産除去債務も固定産系ですから、まあ、これも安弁なくやるようにしてください。はい。で、続いては、 まあざっといくと、税効果改計ですかね。えー、ここは、ね、先ほどの、まあ、丸 ○20○ まの中に入っていなかったんですけれどもあの、税効果はやっぱり重要性高いです。で、この中で特に2つ星がついているところですね、あのここはやはり出た時には多くの受験生がです、ね、かなり精度高く書いてきますので、えーまあ、きちんと、ね、あの書けるようにしておいていただきたいということと、あとは、ね、個人的にはこのポイントリスト20の7ですね。 クルノブ税金資さんとクルノブ税金負債の BS 表示に関して、えーまあ、今ね、現行上は全て非流動項目。なので、まあ、固定資産と固定負債にクルノブ税金資さんとクルノブ税金負債を表示するわけですけども、その理由ですね。えー、これ改定されてから、まだその理由が問われていないので、あのー、この理由については確実に書けるようにしてくださいね。20の7です。で、これ当連で本当は出したかったんですね。当連で出したかったんですけども、ちょっとね、あのー、出せれなかったので、 あのこの部分はもう当連で出ているんだ、でしかもね、あの重要性は高いんだっていうね、えー、認識を持って、まあ、なぜね、えー、クルノブ税金さんクルノブ税金さんが非流動項目に、えー、表示されることになったのかっていうね、その理由、ね、これをあの必ず書けるように、もう制度高く書けるようにしてください。はい。まあ、個人的にはちょっとここはね、えー、全然出る可能性あるんじゃないのかなと思っております。はい。では続いていくと、あとはもう連結ですね。連結会計になりますが。 まあ、星がついているところは中心に見ていただきたいんですけど、特に22の24、連結税効果、連結税効果、えー、ここは重要性高いですね、えー、当連だったら8回目に出ております、で8回目に、ね、ポイントリスト、ニューですね、22の24のプラスアルファっていう、ね、ポイントリスト配布していると思いますので、あのー、そこで一緒に確認はしておいてください。 でもうプラスアルファの当然レジュメの方を見ていただければ、あの普通の、ね、22の24のレジュメは別に見なくてもいいので、えーまあ、その未実現利益の消去に関して、国延部法と資産を裁放、ねえー、の考え方と照らし合わせるという部分がとても大事になってくると思いますので、まあ、出た時にはあの必ず、ねえー、書けるようにしていただきたいということと、あとはき今日の申し出した成果連結に関するね。 えーまあ、経済的単一大説と親会社説と、まあ、どっちと整合的かっていうね、えー、そういう話なんかは、えーまあ、昔から、ね、いろんなところでこう問われている話ですけれども、最近は出ていないので、えー、22の20かな、ねはい、このあたりなんかは、あのまあ、きちんと書けるように、やっぱり準備はしていただきたいということと、えーまあ、あとはね本当に計算モデルと絡めてということですから、冒頭お伝えした通り、とにかくまあトーレンと合わせて見ていくと。 まあポイントレストだけ覚えていって意味がないというわけではないですけれども、やっぱり総合問題、つまり計算問題と絡めての出題というのが主軸になってきますので、それをね、実際、本試験出たときに、ある程度スムーズに解けるようになるためには、実際に総合問題と絡めて練習をしていく必要がありますので。 まあ、ポイントですと、本当に覚えてもね、総合問題の状況と照らし合わせて、しっかりと記述をしなければ、えー、点数が来ないということは、それはね、よくありますんで、ちゃんとですね、えー、何が問われているのか。これはよく言うことですけれども、一般的な話が問われているのか、それとも今ね、皆さんが解いた総合問題をベースとした、えー、そこをフィールドとした問題なのか。ね、同じね、えー、内容を書くようなですね、問題であっても、一般論の話なのか、ねまあ、事例に当てはめて解くのかっていうのは、全然回答は違ってきますんでね。 ま、事例、総合問題をフィールドとして当てはめていくような問題であれば、え、ま、A 社はとかね、親会社はって書くところを A 社はとかってね、あ、P 社はとかね、え、ま、具体的な会社名をえ書いていかなければいけないですし、そもそもその P 社と S 社が親子会社間になっているようなんていうですね、その状況の説明も、え、行数がですね、あれば書いていく必要があります。いきなりね、左ねその、 P 社が親会社で S 社が子会社みたいなですね、そんな当たり前ですよみたいなあの前提で書き始めるんじゃなくて、行数があればね、えー、この問題では P 社は80%を、ね、株式を保有していて S 社の親会社であるため、広、え、報、ー、こう,こ,うこういう処理になりますよで。支配が継続しているから資本上金ですよみたいなね。えー、まあそういうねあの、書き方をしていく必要がありますので、えーまあ、そこは、ね、一般論なのか、えー、問題に当てはめてね、えー、状況を説明しなければいけないのかということはあの、これは本当にねあの、注意してください。 えー、状況に当てはめていかなければいけないのに、一般論を書いてしまったら0点になるということは全然ありますので、えー、注意をしてください。まあ、これはもうね、連結会計、企業結合会計、えー、第5問の総合問題で聞かれたときには、ねえー、非常に注意しなければいけない、えー、ところになりますので、えー、そこでねあの、分かっている、覚えているんだけれども、実際点数が来ないというときにはです、ね、あのまあ、その部分、ね、一般論を書いちゃったとか、一般論を書かなければいけないのに、逆に状況に当てはめちゃったとかね、えー、そういうケースが多いです。はい えー、なので、企業結合も同じです、ね。ポイントリストを覚えていくということも大事ですけれども、まあ、実際ね、えー、第5問でどういう出題がなされるのか、ね、ここまでの通りを見ながら、あこういう出題が、あのー、きっとメインなんだな、こういう出題が多いんだなということをね、ちゃんとシミュレーションしながらね、復習をしていくようにしてください。はいまあ、事業分離もそうですね。事業分離もそうです。事業分離はね、登壇でも出てるんですけれども、ね、もっと出てるんですね。もっといっぱい出てるんだけれども、もう基本的には、このポイントリスト分というよりも登壇ですよね。答弁で やっていくようにしてください。事業部にポイントリスト読んでもほとんど意味ないですから、あの事業部には別にポイントリストの見必要ないんで、あのないの方でやってください。はい。で、最後は収益認識ですね。収益認識に関しては、まあ、昨年度はね、このポイントリスト27の17に相当する本人と代理人の区別が出ていましたので、まあ、さすがに2年連続ここは考えづらいということで、星は外させてもらっておりますが、他については基本的に全部ですね、星は入れております。で、冒頭お伝えした通り、 とにかく計算と、ね、リンクさせて復習してください。ここも、ね、ポイントリストを覚えただけではあまり意味がありません。ので、どういう要件に当てはまったら、どういう会計処理をするのか、ねえー、そこを、ね、中心に見てください。例えば、当連の10回目なんかであれば、えー、保証サービスですね。 えー、保証サービスを別個の履行義務として識別するかどうかっていう点について、えー、要件が3つあってね、その要件を検討して3つの要件に照らして合わせて検討すれば、えー、これは別個の履行義務になります。別個の履,履行義務だから、こうやって収益認識しますよっていう記述になっていきますので,、ね、で。別個の履行義務じゃなければ、まあ、保証サービスなんかは引き当て金としてね、えー、処理するわけですから、えー、履行義務が識別されるかどうかで、えー、処理が分かれるんだ、ね、よ、えー。その判断基準を当てはめていく必要があります。で、それをね、ポイントリストに書いてありますので、 と通りねえー、だからまあそこに当てはめて、ね、記述ができる練習というものをしてください。まあ、個人的にはこの保証サービスの部分であったりだとか、あとはポイントリスト27の21、重要な金融要素ですね。あのその金融要素部分の金額がですね、えーまあ、本当にその金融要素に該当するかどうかという判断要件があると思いますので、これもポイントリストに載っていますから、えー、それを見ていただきたいということと、あとですね、えー、このポイントリストじゃないんですけれども、 一応ですね、契約の識別のところの契約の変更、契約の変更。この部分に関しても、個人的には見ておいた方がいいかなと思います。契約の変更ですかこれ、ポイントリストないです。で、僕のテキストになりますからね、契約の変更。で、結構、処理は枝葉に分かれると思います。で、講義で扱ったせずれだけやっていけばいいので、どうなったら独立した契約として処理するのかとか、どうなったら独立した契約ではなくて、既存の契約の延長として考えるのか、またどうなったら、ね、 えー、既存の契約を解約して新契約を提携するということになるのか、一応3パターンあると思いますので、その契約の変更はです、ね、一応ポイントリストないんだけれども、えー、処理のです、ね、枝葉のパターンというものを、えー、覚えていくといいと思います。はいえー、ということで、だいぶ、ね、早口だったんですけれども、まあ、こんな感じで,です、ねえー、一応最後の強、ね、こ、えー、をつけるという意味での,、ねあのー、この星ということを、ねあのー、注意していただければと思います。 あとは、レジュメの方は、過去の出題実績なんかをざっとね、えー、載せましたっていうことです,すいません。あと一番最後ですね。最後の8ページはね、追加でちょっと2つほど問題つけましたので、えー、多分ね、ちょっとこの問いの1なんかはですね、当連であの出ていると思うんですけど、一応念のためということで、資産除去債務に関するキャッシュフロー計算書上の取り扱いと、えー、問いの2はですね、これ当連で出していないので、ちょっと新たな問題ということになってしまうんですけども、 ちょっと行数長いです、ね。実際、本試験ではそらくこんな行数はですねあの長くないと思うんですけれども、えー、一応ね、ねリースに関する、ねまあ、ちょっとね歴史的な背景を問うようなですねあの問題で、一、えーまあ、つね補足論点としてお配りしましたので、えー、ここは一応ねカバーをしておくといいと思います。まあ、これもね正直、当連出したかったんですけれども、まあ、ちょっと出す機会がなかったっていう問題ですので、まあ、ちょっと2台ほど追加でお配りしたんで、ぜひ、ねえー、見ていただければと思います。 はい、ということで、まあ、財務会計論はも、ねえー、ここまでになりますけれども、えーまあね、残りの時間、ね、そんなに、まあ、多くは。影山先生、画面共有、あ,あれ、マイクが切れてますよ、影山先生、マイクが切れてますよ、影山先生。 萩先生、右上にあるんで、<あ>画面共有停止って。れ切れました、はい、大丈夫です。これで1か、はいまあ、月弱ありますので、まあ、最後ね、何をするのかっていう質問、よく、ねえー、あるんですけれども、まあ、基本的にはもう暗記ですね。 えーまあ、ちょっとね、悲しいかもしれませんが、ここまでやってきて最後は暗記化っていうのは悲しいかもしれませんけれども、やっぱり精度高く理論部分を書くっていうことが、もう本試験の点数につながりますので、えー、短期間で計算をね、伸ばすっていうのは結構難しいです。でも理論であれば、覚えれば覚えた分だけ点数がきますので、ここ1ヶ月ですね、えー、勝負としては、もう精度の高い、えー、記述ができるように、もう覚えまくると。 まあやることがね、自分の中でちゃんと決まってる方はいいんですけども、もう何やったらいいかわからないっていう方は、ポイントリストの重要性に照らし合わせて、そして通れに出たところのポイントリストを、とにかく覚える。覚えまくる。もうこれにね、えー、徹してください。ね、他の科目の金ありますけども、財務で最後ね、点数を上げるためには、理論を覚えていくということです。ね、あとは第3者の計算。個別の計算で絶対落とさない。ね、そこですね。個別の計算で絶対落とさず、理論を覚えまくる。で、もうね、 円月、えー、会見、難しい問題が出たら、もうこれはね、部分点を取っていくっていうね、えー、方針に切り替えていくということで、まあ、大もね、難しい問題の可能性もあるし、簡単な問題もあります。難しかったらみんな解けないですから、難しいって感じた瞬間に、どこまで部分点を拾えるか勝負になりますんで、ねえー、もう全部ね、点数を高い点数取ろうとせずに、部分点を取るっていう方法に徹していただければいいかなと思います。 はい、ではねまだまだ残りね一ヶ月弱ですね。ここからねダラケてしまって、えー、点数が下がってきてしまうという人も多いですから、えー、最後ね、えー、一踏ん張りね頑張ってねちょっと理論を覚えていくようにしてください。ではね本試験の検討をですねお祈りしております。今日お疲れ様でした。海山先生ありがとうございました。はい。では森村先生マイクとカメラあカメラオンになってますね。マイクオンにして。 いただいてよろしいでしょうかはい聞こえてますか聞こえてますもういいんですかはいでは森村先生始めてくださいはい、皆さんこんにちは、えー、それでは企業法担当いたします、えー、レクセン人工種の森村ですで今日お配りしたレジュメでですね、えー、まあ毎年このスタイルでやってるんですけども志村先生の えー、コメントを預かってきてますので志村先生のコメントを代読しながら、えー、私の予想もお話ししたいと思いますまず志村先生の A の 1A の論点3つあります3つしかありませんでそれがロングレー・トーレンの出題でいきますと第3回ですね第3回の協業取引に該当するかというのが志村先生 A 論点ですいちいちマークしなくていいかなで これについては、まあ、問題集の36問でも取材、えー、されていますで。本試験では会計士の本試験では平成18年に取材されていましてもうさすがに長く出ていないので再取材の可能性が高くなっていますとでなお平成27年の司法試験では、えー、理論問題集の36問というのがほぼこれフルセットでそのまんま司法試験に出ちゃったっていうそういうことですので。 会計士試験も司法試験と同様に学者の先生が取材されておりますので共通のテーマが取材される可能性は極めて高いというふうに考えられますそしてこの協業取引と似て非なる論点としまして引き抜き行為というのがありますこれはロングレトーレンの第9回第9回の、えー、っとどこだ第9回第2問の問三ですね従業員の引き抜き行為でこれは マークはしてないんですけれども、これは誤認混同しないようにですね、えー、従業員の引き抜きの場合は、これはあの全館中義務違反、あるいは中立義務違反で処理する問題でして、えー、それを協業取引で書かないようにというのは気をつけてください。はい、で、次が、えー、志村先生の A2 の論点は、えー、当連でいきますと、第7回の。 429条1項ですねで。これが志村先生の A2 の論点です。ち,、ま、ちなみに A3 の論点は志村先生の A3 の論点423条ですね。これ私もあの両方とも B、B つけてますけども出る可能性は非常に高いと思います。というのはですね 大体、だいたいその期間の分野って毎年1問出ますよね、で期間については何が問題になるかっていうと、大体いい取締役とか、こ、まあ、今年は監査役かなと思うんですけども、取締役なんかが悪いことをするわけですね、で最終的には金で片付けましょうっていう条文が、会社との関係では423条ですし、第三者との関係では429条ですね。 で取締役が何も悪いことしないような事例だったらそもそも論点も出てきませんので何かするんですよで何かしだかしたときに最後に出てくるのはこの条文ですのでこれはまあしょっちゅう出てもおかしくない論点だと思います429条に関して言うとです、ね、私はその監査役の権限とのセットで429条2項が出るんじゃないかというふうに、まあ、ちょっと細かいことを言うとです、ね、そういう気がいたしております。監査役の権限が 大文の中でね証文1として監査役の権限について、えー、その適応性監査権限に限られるのか妥当性監査権限まで及ぶのかっていうのが出てそして、えー、問いの2でですねその例えば監査役が、えー、その取締役の粉飾決算を見逃しちゃったとでその結果株価が著しく下がって株主が間接損害こうを持ってるでその場合に 株主は429条2項で監査役に対して損害賠償請求できるのかなんていうのが、まあ、う危ないんじゃないかなというふうに思っております。はい、で次、志村先生の A3 の論点が3番目の論点がこの第7回の第1問で取材されました423条1項の問題ですね。でこれはもうあの第7回だけではなくて第9回でも出してますし第9回でも えー、出ししてますし公開模試でも、公開模試でもですね、えー、っとこれですね、出題されてます。だから、やたらたくさん A とかついてるように見えますけども、これ全部同じ423条ですのでね、でこれはまあ、さすがに出る可能性は高いと思います。で まあ最近の流行りでいきますと経営判断の原則と絡めて取材される可能性が高いんじゃないかという,ふうに志村先生は、えー、おっしゃってます。でそうですね、あと、それとの絡みで423条との絡みで責任の一部免除についても、まあ、これはマークつけてないんですけども志村先生はこれもセットで出る可能性は高いんじゃないかという,ふうにおっしゃっていますで。以上が志村先生の、A、論点ですね で次に志村先生、B 論点が、それが1つ目が経営判断の原則です。えー、当連ですと、えー、第6回の第2問、経営判断の原則ですね。で、経営判断の原則って何なのかというとです、ね、これ、全監注意義務の具体化規定なんですよね。具体化規定というか、具体化基準です。全監注意義務ってこう、ずいぶんほんわりした、えー、仕事はちゃんとやんなさいっていうような、そんな義務ですので、それをもうちょっと具体的に全監注意義務違反をする。 したかどうかの判断をする。その基準として、経営判断の原則というのがあるんですね。でまあこれが出た時には、当てはめが重視される問題となると思います。でこれは、まあ要するに、四百二十三条とのセットで、と言いましょうか、四百二十三条と合わせて、四百二十三条ってそのあの任務形態。だから、法令違反が問題になりますわね。その法令違反として、全館注意義務を書かなきゃいけないときに、その具体化。 基準として経営判断の原則は出る可能性は高いというふうに思ってます。というふうに志村先生はおっしゃっています。で、西村先生の B2 の論点は、えー、株主総会絡みの論点で、ロングネの2回、第2回のですね、株主総会決議の歌詞ですね。で、これについてはまあ株主総会の手続きだったら、どれが出てもおかしくないわけです。だから1回、株主総会の手続きというのは、条文のその見出しをですね、 どんな手続きになってるかっていうのを大体あの合議体のに関する条文は最初に権限が書いてあって招集手続きがその次に書いてあったりしますのでその招集手続きからあとは決議の方法の手続きについてはざっと見ておかれた方が条文を探せるようにですねざっと見ておかれた方がいいと思います。でこののののの株株主主総総会会手続き関係の論点というのはですね、えー株主総会の その決議の特に歌詞なんですけれども、司法試験ではもう非常によく出るんですね、品質論点なんですけれども、会計士試験ではあまり出題されておらず、要注意であると考えるということです。でちなみに第10回の第10回のですね、第1問問2で出題しました、これですね、否決された株主総会決議。 に対する株主総会決議取り消しの訴えができるかできないかという論点なんですけれども、これはあの、えー、平成30年の司法試験で取材されてまして、でしかも新しい判例が出ているところですので、えー、これは見ておかれた方がいいと思います。はい、で、次、志村先生の B、3番目の論点は、ロングレ5回目の、ロングレ五回目のですね、事業譲渡ですね。 事業とこれは志村先生独自の論点なんですけどもこういうのがなぜかよくあ当たったりするんですよね私はちょっとどうかなと思うんですけども、えー、と過去には平成19年に取材されてますがその時に比べて今回は事例式の問題として取材される可能性が高いと考えるとで定,定義だけではなくて関連論点も押さえておきたいということでその関連論点としてロングレの9回目の ロングレの9回目の第2問の問1ですね。第2問の、9回目の第2問の問1ですね。第2問の問い1だっけ第9回目第2問の問い1じゃないです。問い2です。ごめんなさい、ここです。子、えー、会社株式の譲渡手続きというのをですね、 これはなかなか事例で出されたときに、この467条1項2号の2の意に当たるかどうかっていうのをパッとこう、気づけるかどうかということで勝負が決まるようなとこですので、これはちょっと条文を読んでおいていただきたいというふうに思います。あと、この関連論点としまして、称号を引き続き使用する場合という論ぐれの第5回目の問いにですね、第5回目の問いに。 この22条1項の適用について、えー、これも私もこれは出る可能性は十分あるような気がいたします。えー、というのもこれ平成27年の司法試験の予備試験で出題されてますので予備とか司法試験で出題された論点というのは解決、えー、試験でもその後何年か経って出題されるってことは最近よくありますからね。 はい、ここまでが志村先生 B 論点です。で、次は志村先生 C 論点。これも3つだけです。で、1つ目が、監査等委員会設置会社の説明問題。これはロングレ・トーレンの第1回目で出題しています。監査等委員会設置会社の論点ですね。で、第8回目でも、監査等委員会設置会社は出しています。 で監査等委員会設置会社というのは、まあ、ご存知のように平成26年にできた新しい会社の基幹設計なんですけれども平成26年の改正点というのはもうずっと本試験に取材され続けてましてで残ってる大物といえばこの監査等委員会設置会社ぐらいですのでもうそろそろ出てもいいというかこれはやっぱり山張っとかないとまずいなという気はいたします。 で C, の C 論点の2つ目ですけれども、権限の異常ですね、えー、第1回の問いの1、権限の異常、第1回のけん、えー、第2問ですね、第2問、えー、権限の異常、これ私も、権限の異常についてはいつ出されてもおかしくないなというふうには思ってます。えー これは、代表取締役の選定会食っていうのが典型論点なんですけれども、それ以外の権限であっても、権限以上の基本的な考え方を押さえておけば、対処することができると思います。で最後、志村先生、C の3の論点ですけれども、これは新株予約権、ロングレトーレンの第4回ですね、新株予約権について、えー、ライツオファリングも含めてですね、 でこれはまあ昨年、募集株式の発行の向こうというのが取材されましたので、連続で資金調達の分野から取材可能性っていうのは、それほど高くはないと思うんですけれども、まあ、ちょっと怖いという観点から、志村先生はこれも要チェックということですね、で新株予約権については、難しい論点がいくつかありまして、ロングレでも、えー、この第4回とあと第7回にも、このあたり、第4回とあと第7回でもですね、えー この新株予約権についいてて、えー、出題していますで。これはあの本当にかなり難しい書きにくい論点ですので一度見ておかれた方が全く見てないとこ全く書けない可能性が出てきますのでね、えー、特にこの「ライツオファリング」っていうのがねまあ、えー、いよいよ本当に危ないかなっていう感じはいたします。 はい、であと追加で私の予想を加えますと、私、森村 A をつけたのが、株主優待、第1回目の1問で出しました株主優待ですね、でこれは要するに株主平等原則の問題なわけですよ、で株主平等の原則の問題っていうのは、どこで出題されるか分かんないですけども、そのドストライクっていうか、ど真ん中の問題はそう聞かれないと思うんですよ。だからその株株株主主平等原則っていうのはは式会社は株主をですねその 株主権の行使にあたってはその持っている株式の数及び内容に応じて平等に扱わなきゃいけないということなんですけどもだからその株主としての資格に基づく法律関係ドンピシャとは言えないようなところがちょっとこう出されるとだからいわば株主平等原則の類推適ような形で出る可能性があると思うんですねそれが株主優待なのかあるいはそのライツオファリングに関連して出されるかは分かりませんけれどもそういうところは注意しておいた方がいいと思います。 あとは監査役の監査権限、森村 A は監査役の監査権限の範囲、えー、当連の第8回の第1問ですねで。これはもうずっと私、そろそろ出る出るって言い続けて出ないんですけども、もういい加減そろそろ出ていただきたいと。でこれはさっき言いましたように、証問1で監査役の監査権限を出して、証問2で429条。 株価が下がっちゃった時のその間接損害について出題される可能性がその組み合わせで出る可能性が高いんじゃないかと思います。で、次、森村 B としましては取締役会における特別利害関係人というのがこれ、実は今年確か出してないんですよね、株主総がごめんなさい、取締役会、取締役会における特別利害関係人、取締役会、どっか書いとこうかな。えーっと どっか証,証拠に残しておいた方がいいかもしれない。待てよ、どっかにあったかな。株、えーっと、取締役会における特別利害関係人。これはですね、えー、も,しもしかしてそれ、どっかに書いてないかもしれないから、ちょっと書いておきましょう。取締役会における特別利害関係人。 利害関係取締役ですね特別利害関係人とだけ書いておきましょうか。でこれは、まあ、いろんな特別利害関係がありうるわけですよね。協業取引の、えー、承認とか利益相反取引の承認とかであと有名なのがその代表取締役が解職されるっていう場ではそれは特別利害関係人にあたるっていうのがありますけれどもそれと似て非なるもので、えー、事故の 会食じゃなくて解任,議案です、ね、解任議案の決定。解任議案ですからこの議案というのは総会に提出する議案なんですよね。これが果たしてこれが果たしてですねその特別利害関係人に当たるかどうかっていう。 うそういう論点が出されてもおかしくないんじゃないかというふうに思います。えー、これはもしかして書いてないかもしれないので、はい、あ今、安倍一二三選手金メダル取りましたね。123条って何でしたっけ株主名簿管理人ですよね、まあ、そんんなものは出ませんわね。 会社法施行規則123条って何でしたっけね会社法施行規則だと、新株予約権の買い取り請求かなんかですよね。まあ、それもちょっと考えにくいですね。失礼しました。でですね、最後に、あの、一言。えー、一昨年までこの山手講座っていうのは生で水道橋で実施されていたんですけれども、でその後、講義終了後にですね、受講相談というのも続けてやってたんですね。で、その時受講相談にいらした方で、 ロングレート連今からでもやった方がいいですか、買った方がいいですかっていうふうに相談された方に、まあ、できれば買った方がいいんじゃないっていうふうにお話ししたら、えー、その年は4問中、証文4問中3問がズバリ的中いたしてですね、して企業法で点数が跳ねて、えーえー、合格されましたので、まあ、そういうことも去年も4分の三ぐらい、四問中3問ぐらいは出てますのでね、うんまあ、今年はどうか分かりませんけれども、えー、まあぜひ。 えー、ロングレトーレンの問題については、えー、非常に力を入れて作っておりますので、ぜひ、えー、まだ見てない方はですねお買い求めいただきたいというふうに思います。はい、それでは企業法はこれで、えー、おしまいです。えー、はい。先生ありがとうございました。はい えーと皆さんお疲れ様でした、えーと。最後にちょっとですね、ご案内の方させていただきたいと思います。えー、とレクの本校窓口におられる、あレクの本校の方でこちらを視聴されている方ですね、えー。こちらの方もしかしたら配られていると思うんですけども、これのですね、えー、こちらの3ページ、ね、論文直前過去問レビューっていうのが、ちょっと 逆になっちゃうんですけどね。はいはい、やはりあの、影山先生からのお話もあった通りですね、やはり理論の部分ですね、まあ、経営は計算ですけども、もうほとんどの科目、やはり理論で最後ですね、追い込みがかけれる科目だと思いますので、まあ、最後、もしですね、えー、理論で追い込みをかけたいという方は、 こちらの、えー、論,論文直前過去問レビューの方をですね、お勧すすめさせていただきたいと思います。まあ、ただあの、6科目一括でも販売してるんですけども、やはりあの苦手な科目だけですね、えーと、強化したい、ちょっと点数がかなり伸びそうにないという方は、最後、えーね、かけてみたいという。で、あればあの苦手な科目の部分だけ1科目でも買えますので、えー、ぜひ。 お申し込みいただければと思います。で今、この画面に映っている右側のこの QR コード、これをスマートフォンで読み込んでいただければ、えー、販売サイトに行けますので、えー、ぜひあのお申し込みいただければと思います。はい。で、えー、REC ではですね、 えー、論文の本試験が終わった後です、ねまあその週の木曜日に Zoom、えー、で監査法人の就職説明会も実施しますので。えー た他社さんは、おそらくあの主,主要なです、ね、都市だけ実施すると思うんですけども、まあ、レクはズームで実施しますので、えー、地方におられる方とか、えー、ちょっと平日なんで忙しいという方は、ですね、えー、ぜひあのお手持ちのスマホやパソコンとかでも参加できますので、えー、本試験が終わった後の最初の木曜日、ぜひ、かさほじ就職説明会ご参加いただければと思います。はい。 え本日は以上になります。ご参加ありがとうございました。えー、まだまだコロナ禍のです、ねえー、影響等がです、ね、ございますので、ぜひ皆さん、お体はご自愛いただきながら本試験の方頑張ってください。私からは以上になります。はい。それでは皆さん、お疲れ様でした。